どうした？おう。あーいや、別にそういう。お前ってさ、最近あやつきさんと仲いいよな。仲いいんだろ？じゃあ周りの誤解、そういう噂があるってことだ。俺みたいにお前に直接聞けりゃいいんだ。お前だって彼女が人気あることぐらいは知ってるだろ。要するにお前のことをよく思ってない奴が大勢いるわけさ。嫉妬だな。まあそう気にすんなよ。多分だが俺は応援してるぞ。もっとも隙があったらライバルになる。そうだ、俺はお前が好きだ。まあ冗談はともかく、面白い噂期待してるぜ。嫉妬ね、困ったな。いやー、つかみどころないな、この人。勉強かな？図書室だし。まだちゃんと決めたわけじゃないけど、一応そのなんとなくだけ。先生ね。ええ、他の先生とも交流があるの。行事で職員室に行くことが多いから、いつの間にかね。ははは。
そうなんだ。たまにお茶もごちそうになってたりして。つまらんな会話が。優等生すぎる。ああ、わかんねえな。この先何の話していいんだか全然わかんねえ。娯楽とかやんねえんだろうなこの子。家ではタバコもたしなむのよとかそういう話してほしいよな。たまにはお酒も飲むわよみたいなね。おしゃれとかな。ちょっと聞いてみっか。うわー、乗ってこいよ。勝ったり下がるし。どうしようか。あ、もうむずいな。ああ、ローにやった。嬉しいよ。今。ああ、助かった。そうね。でも、束ねたりしちゃえば、さほどでもないわよ。そうですか。ああ、戻った。残念だ。それじゃ。無事な女子高生は。お、休産イベントが発生しました。もしもしくんさん、もしもさぐん。あー、おはようございます。何もしもさぐんってなんかよくわからんっすね。おはようございます。いや、やつじさんがねよくわからなくて困りましたよ。なんかもうつかみどころなくて。2時頃、元ペーターさん、おはようございます。お疲れ様です。お疲れ様です。もしもしくんさん、山もさん、リスペクトなんでぐ。なるほど、なるほどね。いやー、しかし2時頃さん、あの上司高生の気持ちってわかんないですね。もう何考えてんだか。これ僕ぐらいの年とか、まあ2時頃さんもまめ年離れてないですけど、もう何考えてるかがわかんないです。女子高生って。まあ、2時頃、元ペーターさん、女性は分かりません。くくりがでかいな。くくりがでかいっす。まあ確かにね、男はね分かんないですよ、永遠に女性の気持ちって。2時頃、元ペーターさん、全く相手にされません。相手にってそんなことはないですよ。もしもしくんさん、簡単ですよ。 JK は車持ってる大人の彼氏を獲得して周りの子に差をつけたいんです。なるほど。2時頃、元ペーターさん、いつも軽くあしらわれます。軽くあしらわれる、まあ、女性って軽くあしらいますよ、常に。誰にだって。ここはあつこオリジナルソング歌うよね、やっぱりね。オリジナルソング歌う。誰かいるんだろう、これどうせ誰かに聞かれるんだろう。もしもしくんさん、ガソリン代で首が回らないビップカー乗りがモテるんです。へえ、まあそういうのありますよね。あの特に若い頃はね、こうヤンキー夫婦がね、こう早く結婚したりしますけど、まあそういうのあるんでしょうね。ヤンキーがね、こう早く結婚してて、早くね。2時頃、元ペーターさん、車買う金もね。車買う金もね。車買う金もない。いや、あるでしょ。2時頃さんは、あります。2時頃、元ペーターさん、トイレ掃除のおっさんにわからないです。つらい。変な歌歌ってる。
ちゃんと成長できてるのかな。はあ、あ、やべえ、見られた。これ幼馴染ですよ、幼馴染。この子見られました。いいですね、女の子に囲まれて。この子この寿司のマーク気になるね。これ卵の寿司だけど、これ寿司食いに行きたいけど。もしもし君さん、男はアシカ ATM ですからね。なんで二人とも卑屈なんだよ。そんなに卑屈すぎる。もっとね、こう前向きにいかないと。まあそんな俺も一言言いませんが、2時頃元ペーターさん、いいな、 ATM にすらなれね。ATM 卑屈卑屈。前向きに前向きに行こう。みんなこの爆弾は気になるな。爆弾が破裂しそうです。これ破裂したら終わりなんじゃないの、知らんけど。選択可能。もう一回あやつじぶっ込むか。なんかこの爆弾マークを処理したい。ねえねえ、おカオルだ。今そこで聞いたんだけどさ、はいはい、あやつじさんが倒れたって、本当なの？倒れた？知らん。あれ、一緒にいたのってあんたじゃないの？ちゃいます。一応自分の足で帰ったって話だから大したことはないと思うんだけど。なんだったあいつ。もしもし君さん、あやつじは土木でガンガン働いていい車乗ってる彼氏がいます。土木でっていうのがなんかリアルだね。土木でガンガン働く。まあ土木もね、結構ね、稼ぐ人は稼ぎますからね。大変な仕事な分ね、稼ぐ人いますからね、あれはね。なんだかいつも忙しそうにしてたから疲れが溜まってたのかも。2時頃元ペーターさん、土建屋は稼ぐ人は稼ぐ。稼ぐ人稼ぐよね、土建屋はね。土建業界だと僕全然わかんないですけどね。もう授業始まっちゃうの？まあ続報が入ったらあんたにも教えるわ。お願いします。それじゃね。あれがな、爆弾かな、さっきのこの話が。やばい、病弱なのかしら、あんな健康そうに見えて。うん、いやーこれどうしましょうかね。日を改めて2つしか選択しない、まあ、どっちも大した意味の差がないね。様子を改め、様子を見に行くしかないな、これはな。見に行こう。どういうことだろう、これ。選択肢は出るのかな、日を改めてってことは。もしもし君さん、その彼氏は昼休みいつも後輩に3人連れて定食屋でお腹いっぱいにしてます。どういうこと？なんでその状況設定は何の得があるんですか。もう妄想ですか。でも2人とも妄想激しそうですね、確かに。あ、なんかパジャママークが出てる。バシバシ、あ、出た。これ見てください、この爆弾を消しました。今これを選択したことにより爆弾が消えました。これ正しいですね。2時頃元ペーターさん、わら三角、うん、わらを、まあ、こういうことですかね。こういう爆弾を。2時頃元ペーターさん、さすが悲しささん、ありがとうございます。こういうリアルの人生でもこういう爆弾をいかに消していくかってことが大事なんですかね。わかんないですけど、うん、このパジャママークが気になりますね。なんか家に行けそうじゃないですか、あやつじの。とうとう自宅、これは有効期間前。2時頃元ペーターさん、爆弾発言しかしてない。なもしもし君さん、膝の爆弾も消さないと。野球選手か。野球選手はない、私は。よし、どんどんやっていきましょう。もうどんどんフラグを立てていきましょう。フラグを立ててね。こいつか。はい、どんどんね、どんどんいきましょう。あ、ゲーセンだ。
皆さんは今日はお出かけはなしですか？僕はねもうちょっと関東済みなんでね。もしもし君さん、七章は頼りがいのなさそうな気の弱い幼馴染のモブに密かに思いを寄せています。好きやな状況設定が。もしもし君本でも書いてみればいいんじゃない。もしもし君意外とさ、なんかさそういうのなんか2時頃元ペーターさん、実はお昼ご飯食べようと時間つぶししています。あーなるほど。あの私の配信、あのもしもし君さん、語彙力ないので無理です。意外とでもしもし君語彙力あるなって思うんですよね、こうコメントとか見ても。小林さんよ、あおはようございます。今日もしょうもないおっさんのしょうもない恋愛シミュレーションゲーム配信をやってます。もしもし君さん、それはそれはありがとうございます。いや本当ある。2時頃元ペーターさん、もしもし君はすごい、なんかねようそんな言葉知ってんなっていう言葉たまにコメントで書いたりしてるけどね。うん、山本さん、もしもし君はデビューも秀逸です。そうそうそう、おはようございます山本さん。もしもし君さん、ただの中卒ですがね。一応それを知ってるから。二時頃元ペーターさん、うん、山本さんも天才です。小林さん、確かにね、なんか知ってるよなっていう、いろんな言葉。中卒には見えない。もしもし君さん、なんかみんな褒めてくれてて嬉しいです。いやそれ本当、これからガチな話、これはそういうふうには全然見えない。皆さんおはようございます。ね、全国でね今コロナがねもう本当に大変なことになってますので、まあ基本はね多分ここの人だと、まあ小林もとうとう緊急事態宣言が。山本さん、山本は語彙力なさすぎてこれとかそれとかしか言いません。それは語彙力の場合、記憶力の問題があるかもしれないです。山本さん、語彙力、もしもし君さん、それは草、語彙力の場合記憶力があるかもしれない。昨日のアモンガースでもねちょっとね不安だったんですよ。あの後僕あの山本さんの配信、小林さん表現が良いよね。表現いい、そう確かに表現いいんですよ。昨日のね山本さんのアモンガースのね配信見直したんですよ。確かに山本さんね、記憶力が危険。小林さん、真似できない。真似できない。短期記憶がね、やっぱ、まあ俺も人のこと言えないけど、短期記憶がやばい。もしもし君さん、ほほ、うん。皆さん、昨日ね、山本さんがね、アマンガースっていうゲームで配信したんですけども、まあ、よければ録画見ていただくと面白いですよ。僕とアスランと、おさむさんと、さくちゃんと、たぬぽんと、もしもし君が出たのかな。合計7人。アモンガスっていうね、人狼のね、宇宙人狼と呼ばれるゲームを昨日山本さんの枠でやりまして。2時頃元ペーターさん、もしもし君、俺は高校卒業したけど赤点しか取って、うん、再試験ばかりだったからいつも怒られてたよ。山本さん、山本は覚えられなかったです。いや、まあ、覚えられないな、確かに、ね、覚えられないです俺も。でもねあれは本当にね、あのゲームは本当覚えよう覚えようっていう風に気持ちでやっていかないとなかなか厳しいですね。だからこう配信してるとね、そういう意味ではね、ちょっと散漫になっちゃうんで、配信しない方が本当にいいかもしれないですね。まあ今度僕の配信でやりましょうかね、もしあれだったら。ちょっと人が集まるかどうかが難しいんですけどね。まあ、アモンガス、明日やるなら多分4番。山本さん、みんな覚えようとしてるの？もしもし君さん、いやいや、私からしたらもう高校に入学してる時点ですごいですから。まあ、高校の入学のさ、高校とか大学入学のさ、その頭の良さとさ、なんか普段とその頭の良さというか、そのまた別ですからね。だから勉強はできなくても頭いい人ってはいますよ。逆に頭良くても、もしもし君さん、勉強できても頭悪いと思うし、そもそも受験すらしてないですかね。山本さん、みんな自動的に頭に入るんですよね。2時頃元ペーターさん、もしもし君いいな。いいですね。いや山本さん、自動的にではないですよ。やっぱこう意識してますよ、みんな。覚えよう覚えようと、いやここで 誰と会ったってことは覚えようという気持ちで やらないと、こう闇雲になんかふわっとタスクこなそうってやってたらダメです。あのゲームはタスクもこなさないといけないけど、誰とすれ違ったっていうのは山本さん、そうなの？そう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 、僕もそうですよ。覚えよう覚えようと思って、なるべく覚えようとしてやってますけどね。まあそれでも忘れちゃいますけどね、やることいっぱいあって。
あた少年か。コバヤン、もしあのアモンガースやるならぜひ参加。もしもしくんさん、全部聞こうと思ってたら要点が入ってこない現象があるので、ここは必要そうだ、手帳だけチックアップして覚えるんですよ。それがね、賢いですよ。それができるのが賢いですよね。結構できないですよ、それって。行くよ、行くよ、行くよ。あ、音とかこいつの。もしもしくんさん、そういうもんなの。山本さん、もしもしくんすごいねえ。山本さんもね、そう思いますよね。効率いいのよ、だからもしもしくんは。虹頃元ペーターさん、賢い。俺にはそんな要領よくできない、うん、小林さん、やばそうや、やばそうや。先輩、あ、私は買い物を終え、弟、弟を迎えに来たんです。かわいいですね。はい、山本さん、山本はふんわりミッションしてました。うん、そう、いや、まあふんわりミッションしたい気持ちは。もしもしくんさん、なんか褒められすぎて嘘に思えてくるわら。嘘ではないです、本当に。これは本当ガチガチ。ふんわり、山本さん、ふんわりミッションするとやっぱ安定ゲームはね、ダメですね。まあ僕もね、山本さんの配信を見てさらに気づいたんですけどね、とにかく覚えないとダメ。もうどんな些細な情報でも記憶しないと、記憶しようという気持ちでゲームしないと、あのゲームはまずいっていうことが分かりましたね。ほら、行くよ、行くよ。名前が古いな。行くよっていう若い子今いるかな。もう明らかに50代以上って感じだけど、行くよって名前は。でもどうして2人が一緒にいるんです、うん、もしかして行くよが何か。行くよ、名前がね、古いね。そうなんですか。そうなんですか。そうなんです。そうなんですよ。今日ね、関東地方あったかいみたいです。あの18度19度ぐらいまで関東上がるんで。先輩、まあ、どうかしたんですか。外出自粛は出てますけども、まあ出るんであれば万全な体制で。人混み引き換えて出ていくのはいいかもしれないですね。全然このイベントが頭に入ってこない。男と子の約束だ。もしもしくんさん、イクオはいつも勉強を教えてくれる近所のヤンキー女に恋してます。いつか強い男になって振り向いてもらおうと頑張ってます。マジか、そういう状況設定いいね。可愛いじゃん、このとこも。それなら、え、下がったんだけど。なんで下がったの。なんか嫌われてんだけど、この子に。さて、さて、できるってこと。山本さん、イクオは小学生なの。小学生みたいですね、イクオ。イクオ小学生みたいです。しましたか。カレーうどんが。そうです。あ、ちなみにあの山本さん、昨日誕生日でしたので。ではすみませんが、私はそろそろ。おめでとうございます。皆さん、山本さんにおめでとうの。山本さん、ありがとうございます。うん、もしもしくんさん、誕生日おめでとうございました。虹頃元ペーターさん、おめでとうございます。小林さん、年上の女子に憧れる時期だね。そうね、まあ俺小学生。もしもしくんさん、いつも遊んでくれてありがとうございました。ありがとうございます。年上の女性に憧れる、うん、いや俺はね、あんまりなかったですね、そういう時期はね。皆さんありましたかね。僕ね、同級生がとにかく良かった。下も好きじゃないし、上も好きじゃないし、とにかく。もしもしくんさん、 ありましたね。同じ年ぐらいが良かった。ただね、お姉ちゃんか妹かって言われるとお姉ちゃんに憧れはあったね。それはあのこの配信で何度も言ってますけども、妹はリアルにいたんで。もしもしくんさん、いや、あったっけ。あったっけ。あったんかい。うん、終わりましたね。あ、なんか嫌われてる。嫌われた顔になってる。最悪だ。好感度見てみようか。ぐぐぐ、なんか
全部山本さん、小学生の時は何していいか分かんなかった。まあ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 、確かに全員血を張ってんですけども、山本さん、これこのまま全員疎遠になる気がして仕方ないんですが、大丈夫ですかね、僕のこの高校生活。全員疎遠になったらこれバッドエンドじゃないですかね。これ小林さん、悲しささんのモニター大きいですね。あ、大きいですよ。もしもしくんさん、もう第二ボタンとそ。もう第二ボタンはね、もう外れないかもしれない。大きいと。これ27です、ね、山本さん、ちょっと憧れに一人でも同じやす。はい、小林さん、黒板かと思うほど。いや、これで、ね、これ27インチですよ。でもこっち側がね、ね、43インチなんで、まだつけてないんですよね、こっちがね。モニターは3つあります。もうモニターはね、大きいことに越したことはないんですけど。あ、もしもしくんさん、つけてない。つけてない。山本さん、机が欲しい。机ね、机、この机はね、もうだいぶ前に買ったやつですね。でも結構すごい高かったんで、やっぱり壊れないですね。2時頃、元ペーターさん、部屋が欲しい。部屋が欲しい。部屋ね、まあ、部屋は欲しいです、ね、もしもしくんさん、金が欲しい。みんな欲しがりすぎだろ。山本さん、奥行きはいくつですか。この机の奥行きいくつだろう。75か80ぐらいあるんじゃないですかね。あの奥行き、小林さん、 4K のワイドモニターが欲しい。そうですね、一応もしもしくんさん、奥行き警察。奥行き警察出ました。山本さん、奥行きはあのもしもしくんの前にしちゃダメですよ。もしもしくん激怒しますから。本当にもしもしくん奥行きに関してはね、本当に厳しいですからね。 もしもしくんの前で奥行きの話は控えてください。お願いします。全然選択肢がないんだ。山本さん、75の机はそうそう売ってないよ。売ってないですね。もしもしくんさん、なんでそれで怒るキャラになっているかわからないんだけど笑。2時頃、元ペーターさん、諭吉の札束か金塊が大量に欲しい。うん、だから僕のこの机も、まあ、ネットで買いましたよ。ネットで、ニトリとかじゃなくてネットで買いましたね。ネットで買って、まあでも探せばありますよ。奥行き75、80。でもそれぐらいないと、この手前のキーボードの広さが確保できないんですよね。だから山本さん、奥行きで検索したの。奥行き検索します。僕は奥行きも絶対大事だと思って、最初から奥行きまず、もしもしくんさん、金塊は換金するのめんどいから諭吉のみでお願いしたいです。ああ、まあね、いや換金でも大丈夫なんじゃないの。金って結構ちゃんと、あの田中貴金属に持ってたらちゃんと換金してくれるよ。まあめんどくささはあるけど。小林さん、私もチャブ台を卒業したい。チャブ台なんだ。チャブ台ね。まあチャブ台はさ、なんかこう床に座ってやれるから、それはそれでよくない。小林さん、ダサくて見せられない。見せられない、まあ、あんまり見せるもんじゃないですけどね、つけはね。山本さん、そういえば山本は椅子がやっぱり壊れてた。ああ、椅子もね、まあだから机と椅子は高いの買って損ないですよ。まあ机椅子両方とも実に僕結構高いの買ったんだけど、やっぱり高いの買っただけあって壊れないです、全然。椅子ももうかれこれ8年ぐらい経つと思うけど、買ってまあかなり高いんだけど、8年使ってるからもうだいぶ分散されてる。山本さん、持たれるところが180度になります。それは危ないですね。バターンってなりますよ、それで倒れますね。180度、それは確実に壊れてますね。だからちょっと奮発して、買うなら椅子と机はちょっと奮発した方がいいと思います。で、長く使う。だこの机と椅子で、もしもしくんさん、でもザイスならそういうやつあるよね。 ありますね。それはいいんですけどね、普通の椅子でそうなると多分椅子倒れちゃうと思うんで、デンジャラスだと思います。てかないんだけど、 こいつの選択肢がどこにあるんだ。選択肢がないんだが、選択肢がないんだよ。これかな、あれないな。山本さん、恨みからわれてるように見える。ああ、だからまあ椅子は最低でもまあ3万ぐらいのから考えたらいいんじゃないですかね。ちょっと1万円ぐらいと。山本さん、おすすめの椅子ありますか。まあおすすめの椅子、僕はミラチアっていうの使ってますね。椅子か、ちょっと椅子見てみますか。僕はハーマンミラー社のミラチェア。もしもしくんさん、ゲーミ
ゲーミング PC 山本さん、山本はプラスコオートしてる。まあまあいろんな椅子ありますけどもね、あのまあゲーミングチェアでも全然いいと思いますけども、ウィンドウキャプチャーにしてよいしょ、ハーマンミラー、ハーマンミラーってね、ドイツかな、ドイツの会社かな、あアメリカか、アメリカの会社ですね。まあ有名なのはね、アーロンチェア、もしこれ、これ有名ですね、12万3000円、高いけどいいんですよやっぱり。これ山本さん、高い、高いよ、高いですよ、高いけど、高いけどまずいいのは壊れない、壊れないですよ、まずこれ ほとんど壊れないで、万が一壊れても実を言うとこね、これ13年間保証があるんですよ。13年かな11年かな、普通保証って1年だったりするじゃないですか、これね13年ぐらい保証あるんで。もしもしくんさん、13年、山本さん、うん、レンズ1個買えるやん。いや買えますよ、でも椅子ってこれぐらいのやつ買った方がいいっていうのは僕の持論です。1回買えばまず壊れないんで、うん、僕のチェアは、おさむさん、おはようございます。おはようございます。今椅子の話をしてます。僕はミラチェアって椅子これかな、ミラチェア、うん、これの1個前の方ですけどね、僕はね、これをおさむさん使ってます、ミラチェア高い。小林さん、レンズ高か、もしもしくん、うん、さんは高いものには高いなりの価値がありますよね。そうあるんですよ。おさむさん、いいものをお持ちで。うん、椅子と机だけはいいの買おうと思ってるんですが、あのやっぱり壊れないんで、結局山本さん得する、高すぎちゃん、高すぎ。でも山本さんだってレンズとかカメラでもっとお金使うじゃないですか。もしもしくんさん、新作ちゃん、うん、アスランさん、服は全部ユニクロなのに。そう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 なんですよ、服はユニクロおさむさん、長いこと使えますからね、うん、服はどんどんあの捨てるから服も高いの買えば長く着れるんじゃないですか。もしもしくんさん、何に金をかけるか、それは価値観による。確かに車もボロボロだし。山本さん、アスランさんのツッコミ好きですアスランさんツッコミが好きそうです。でもこれは確かに服は本当ユニクロばっかりです。僕なんか服に金かけたくないのよね。だってさ、服ってさ、お金かけてもさ、なんかさ、肩が凝らないとかさ、着やすいとかそういうのないじゃないですか。ただのおしゃれじゃないですか、結局最後は。でも椅子は絶対違うから。もしもし、服なんて何でもええねん。椅子はやっぱりこの腰のダメージとかさ、壊れにくさとかさ、やっぱり付加価値がさ、分かりやすいじゃないですか。服ってさ、やっぱりその、まあブランドだったりとかさ、まあ壊れにくいっていうのはあるかもしれないね。こう長持ちするってあるかもしれないけど。山本さん、身なりを気にする人もいるよ。もしもしくんさん、このコロナ災いでファッションも気にしなくてええねん。まあそれもありますよね今ね。まあ価値観は人それぞれなんで、あの全然あの服にお金かけるのも僕は全然いいと思いますけどね。僕このタイプか、このタイプですね今ね。これが一つ前のミラチュアで。アスランさん、ありがとうございます、うん、米遡って背もたれに寄っかかって180度倒れている山もさん想像して微笑みました。そうそう、見てください、これ中古価格で10万8000円するんですよ。なので実は言うとこの椅子って結構資産で、例えばいらなくなってこう引き取ってもらっても結構高い値段で買ってくれるんですよ。だからそういう意味では高くないとも言える。普通のニトリの椅子とかまず、山本さん、山本はあまり見なりそうなだけど、うん、最低限はしたい。買い取ってくれないじゃないですか。あのハードオフとか言っても、あの肘当てのない椅子って買い取ってくれないんですよ確か。肘当てあると一応なんか1000円とか。おさむさん、中古市場はありますね。そう、あのオフィスチェア、もしもしくんさん、通気性良くて夏は良さそうですよね。うん、だからこういう椅子を買うのはまあ一つ選択肢としてはあれですね。もちろんあのゲーミングチェアもありですけどね。これはどうだろう。あ、これは9800円、安いですね。山本、ちょっとゲーミングチェア見てみますか。ちょっと俺ゲーミングチェア逆にあまり詳しくないんだけど、
ゲーミングチェア、ああ、まあこういうの見ますよね。まあこの辺がやっぱりこのゲーミングチェアの中心価格帯ですかね。2万3万円ぐらい。山本さん、山本は安いの買ってすぐ壊れた。うん、もしもし君さん、ゲーミングチェアの座り心地そんなに良くなかった。安いやつだからかな。うん。まあ、僕はねやっぱりね、ゲーミングチェアなんかこういう革っぽいのが多いじゃないですか。合皮だったり、まあ普通の革なのかもしれないけど、僕ねそれがあんまり好きじゃないです。僕メッシュが好きなんですよ、とにかく。でメッシュってあんまりないですよね、ゲーミングチェアでね。やっぱりオフィスチェアなんですよ、メッシュって。僕のね、このまあこれもメッシュですけどね、あのこれは背もたれだけメッシュですけども、僕のあのこのまあミラチェアで、ね、この座面もねメッシュなんですよ。山本さん、ゲーミングチェアはフィット感が違うの？もしもし君さん、ね、メッシュで座り心地いいもんすか？あ、座り心地はね、まあ深くて包まれる感じはゲーミングチェアではないですね。まあちょっと硬、まあやっぱり硬さは若干ありますね、メッシュってね。ただやっぱり通気性がいいんで、まあ夏とかはね逆になんていうか暑くならないし、いいですよね。うん、僕はなんかねやっぱそのメッシュが好きなんですよね。はやねちゃんさん、おはよう、くしよねみがある、おはようございます。今日はちょっと今チェアマーダーをしてます。まあメッシュ系か、メッシュ系か、こういうメッシュ系か、こういうゲーミングチェアのこうなんていうか合皮系かっていうのは、まあ好みは分かれると思いますけども、うん、まあゲーミングチェアでも高いのありますよね。ゲーミングチェアの価格高いやつ見てみるか。価格高い順、なんだこれなんだこれすげえの出てきた。なんかすげえゲーミングチェア出てきた。ヤボンさんこれ買いましょうよ。あやねちゃんさん、ゲーミングチェアってゲームやる人か YouTuber 選びがちだよな。うん、山本さん、プラスのみんなで見たい。山本さんこれ買いましょう、これいいっすよ、これモニター。あやねちゃんさん、ウケるかい。これいいでしょ、ピンクで。あ、山本さんは男だから、ああ、まあこれしときますか。山本さん、もしもこれいいね。山本さん、机はどこなの？机はありますよ、これ机ついてます、これなんかこれ飛行機の机みたいな、もう浮いてますもん。これモニターまで、モニターこう支えるアームまでついてますよ。これはいい。山本さんこれだ。山本さん、奥行きないやん。奥行きはないですね、確かにね。奥行きはないけど、それはまた別場所に置けばいいんじゃない。これはあくまでキーボードだけ置くんで。もしもし君さん、奥行き警察。奥行き警察出た。これはいいですね。267万、なんでこんなするんだろう、これ買う人いるんかな。これはすごいの見つけた。小林さん、私はゲームが上手くなった気分を味わうためにゲーミングチェアです。山本さん、は、はやねちゃんさん、モニター浮いてるので奥行きいらずですよ。まあ確かにモニター浮いてるからね、この場面全部キーボードに使えますから。わ、これはいいもの見つけました、山本さん。まあちょっと高いか、もうちょい現実的な値段見てみるか。たっけ、なんかすげえな。山本さん、高すぎちゃんじゃん。高すぎちゃんですね。なんかすげえゲーミングチェア、87万8千円で、なんかこう、なんだこのゲーミングチェア。ゲーミングチェア感ゼロ。小林さん、コクピットみたいやね。ゲーミングチェア感ゼロな。なんかおじいちゃんが座ってるような、でもなんか電動足。山本さん、マッサージ。もしもし君さん、どこら辺がゲーミング？どこら辺がゲーミングだろう、これ。多分ゲーミングってつけただけじゃないかな、売れるために。ゲーミング感ゼロだねこれね。小林さん、これは自軸祭。自軸祭ね。なんか幅がありそう。これはじゃあタピオジ向きじゃない、幅がある。もしもし君さん、隠居した会長が座ってそうねえ。ちょっとちゃんとしたゲーミングチェア探すか。もうちょい、もうちょいした、あ、この辺からゲーミングチェアですね。あれ、いきなり、あ、これ山本さん、木を使ってるのが売りなのか。あ、出た、これはまあゲーミングチェアでしょ。52万3000円、何なのこの高さ。なんか車輪とかもなんか
一個一個にパーツに金かかってるのかな。52万3000円のゲーミングチェア。山本さん、高い。しかも在庫ある。もしもしくん、さん、アームレストが木なのはおしゃれですね。あ、本当だ。あ、これか。あ、これは違うな。これはアームのところもなんか革っぽいな。52万いらんな。これならやっぱりもしもしくん、さん、さっきの会長の椅子か、さっきの会長です。そうそうそう、そう。これはあれですね、スポンサーなんかやっぱ 10万ぐらいのゲーミングチェア。はやねちゃんさん、これパクリだな、デザインパクリ、パクリなんだ。小林さん、無駄に高級。無駄に高級ですね。30万。山本さん、3万上限でお願いします3万上限、3万上限ってもうかなり限られますよ。3万上限ってどれなんですかね。だからもしもしくん、さん、ゲーミングチェアどこのやつもデザインに足りよったりすよね。うん、まあでも3万っていう価格も確かにリアルな価格で、3万って価格、これ選択できない。3万、3万円以上。あ、じゃあ3万円、1から3万円か。じゃあだからオフィスチェアで3万円のやつを見てみますか。オフィスチェアの3万円のやつ、山本さんか、ゲーミングチェアの3万円のやつ。おさむさん、3万だとニトリへ豪華な。うん、ニトリですかね。まあ伊藤機って結構あのオフィスチェアのその有名なとこだと思うんですけども、僕伊藤機結構好きで、まあちょっとはみ出ますけども、まあこの辺は多分かなり座り心地いいというか、この椅子も座ったことあるんですけども、もしもしくん、さん、ニトリのオフィスチェアなかなか座り心地いいですよね。ああ、そう、ニトリのオフィスチェアもいいらしいです。あの伊藤機のこれね、この椅子は実を言うとあのゲーム会社の椅子がこれだったんです。おさむさん、伊藤機のエヴァコラボちょっと欲しくなりました、うん、山本さん、そんなに高いとは。これじゃないな、もうちょいいいやつだったかな。伊藤機はね、すすもしもしくん、さん、ニトリはふかふかなの。ニトリふかふかなんだ。ちょ、ニトリ見てみますか。じゃあニトリ椅子、ニトリデスクチェア、ワークチェア、あー、3万円でありますね。ちょうど山本さんが望む価格帯。これはワーキングチェア、オフィス椅子どうですかこれ。3万円。山本さん、プラスも見てください。え、何あ、プラスプラスってこれどうですか。キャスター、これもあるし、まあ革だとこういうタイプ、これは革ですね。まあゲーミングチェアっぽいんですかね、若干ね。山本さん、プラスってプラスってメーカー、あ、プラスってメーカーがあるのね。プラスメーカープラスが運営するプラス椅子、あ、これオフィスチェアプラス、これか。あー、いい、かっこいいじゃないですかこれ。もしもしくん、さん、椅子を選ぶ天神配信はここですありがとうございます。なんか良さそうですね、このね、プラスのオフィスチェア。ここは知らないな。高そうですね、ちょっとね。チェア一覧のこちら。ああ、かっこいいですね、なんかね。なんかありそうですね。山本さん、肘当てあるやつお願い。ん？肘当てあるやつね。肘当てあるやつ。OK。どれがいいかな。山本さんの部屋は、やっぱりこう、おしゃれであるべきだから、これかな。肘当てないけど、山本さんの部屋これどうですかね。山本さん、そういえばオプションでついた。あ、つくんだ。これで山本さん。あやねちゃんさん、おしゃれであるべき草。これでしょ、山本さん。山本さん、わら。これでいいでしょ、山本さん。これ部屋に入った人びっくりしますよ。なんすかこれって。なんかドブですか。もう背もたれがかっこ、あの頭のヘッドレストがかっこよくないですかこれ。これヘッドレスト多分オプションだと思うんですけども、かっこいいなこれ。山本さん、たくさん持たれたり。小林さん、おしゃれだけど。おしゃれだよねこれね。まあちょっと肘当てがないんでこれは却下か。
何がいいですかね。はやねちゃんさん、ルームツアー楽しみだな、うん、もしもしくんさん、美術館の椅子店にそんなやつあったよ。ありそうです。小林さん、リクライニングできないよ。確かに、いやできるんじゃないですか。どうなんですかね。まあゲームやるならどうなんですかね。まあこういう山本さん、普通のみたい。普通の、じゃあ普通の、まあこんな感じ。これゲームやる感じです。座ってるのが辛い。あ、これ良さそうですね。山本さん、あ、でも肘当てはこれはオプションつくのかな。あ、肘当て、あれ、肘当てはな、固定肘つきますね。で、山本さんなんでこう山吹き色みたいなのがいいと思うんですよ、きっと。あ、いいじゃないですか、これ。山本さん、これはいくら？これいくらなんですかね。いいじゃないですか、このね、伊丹さんがね、工業デザイナーのね。これいくらでしょう、ちょっと調べてみますか。なんてやつ、ベンス。もしもしくん、さん、名前からインスピレーション。ベンス。ベネス。ベネス。ベネス。おいくら？あ、安い。安いってことでもないけど。2万円ぐらいで買いますね。オフィス .com で。これは一応予算内ですか、山本さん。これいいじゃないですか。でもつけるな、これヘッドレストもつけるな。山本さん、アマゾンに5。アマゾン、アマゾンね。アマゾンだと、ベネス。ベネス売ってないかな。売ってないね、ベネスはね、アマゾンにね。アマゾンに売ってないですね、残念。ベネス。アスランさん、人使いやらくて草。いやいや、いいでしょ。もう、やっぱり山本さんのためにここは必死に調べましょうよ。大丈夫ですよ。山本さん、アマゾン。もしもしくん、さん、山盛りのロボと化している。山本さん、あの、アマゾン。山本さん、プラスで検索お願いします。プラスで検索。いや、プラスでね、プラスってなんかプラスでちょっと普遍的な言葉だから出てこないんじゃないですかね。あ、出てきた、プラス。たださっきのベネスは出てこないですね。なんかこのやつは出てくるけど、9800円とか。あ、プラスデスクチェア、なんか種類が、あ、でもこれ出てきますね、プラス。あ、まあ、なんか安、あ、これは高いですね。3万7000円。あ、肘付きもある。なんかでも、なんか、職場っぽいですね、この椅子ね。5万円する。プラス。プラスっていうメーカー。山本さん、おう。5万円。山本さん、この色ですね。山本さん買ったらこの色ですよ。うん、この色が山本さんに合ってる。なんか山本さんの性格とか。もしもしくんさん、山盛りのメガネにいかないそう、うん、人となりとか考えると山本さんの色はこれです。これはあのみんな多分意見合うと思うんだけど、なんかね、こういう色じゃないですよ、山本さん。山本さん、確かに家にオフィス感は悩む。うん、そうね。もしもしくんさん、でも5万超えすね。5万超えちょっと高いか。あやねちゃんさん、似合うな。似合うよね、山本さんこの色って感じだよね。アスランさん、山もイコール山イコール緑色という安直なイメージ。いや、まあまあそれもあるね。まあでもなんかこう山本さんの色とはこれかな。まあなんとなくみんなわかると思うんだけど、なんかこういう色に座ってるイメージじゃないですよね。こういう色に座ってるイメージ、やっぱり山本さんこれなんですよ、この色なんですよね、僕の中では。うん、ちょっと高いか、3万円ぐらいか。プラスってメーカーにこだわりがあるんですね、じゃあ山本さん。のプラスもしもしくんさん、さっきの山もさんは山吹き色とか言ってたのは安直すぎて草。山もさん、うん、山もは机周りを黒に統一している。あ、小林さん、茶色のイメージが強かったです。なるほど、皆さんそれぞれ色のイメージがあるんですね、山本さんね。プラス3万円ぐらいの椅子がないですね。肘当てがついて3万、これどうかな。これ一応肘当てがついててちょっとおしゃれですね、これ、ね、でもなんか山本さんちょっとおしゃれですね、これ。あ、でも伊藤木だったな、伊藤木だった、これは。もしもしくんさん、ブラウンコーデの山もですから。うん、プラスがプラ、これ、あ、でもこれはこれが肘当てついたら3万ぐらいかな。肘当てが、これは肘当てオプションはない、肘当てオプションはないですね。肘プラスでも結構肘当てつくと高いですね。山本さん、5万円ぐらいでいいですか、予算。肘あり、あ、ここにいっぱいあるな、いっぱい。ループ肘、なんだこれ、肘アジャスト肘。山本さん、高いのとどう違うの。
どう違うんですかね。やっぱりまあいろいろ機能があるでしょ。こう例えば僕の椅子だとなんかこのここの肘当ての幅を。玉もあっと新成人一応さん、あのゲーム買ったよ。お、何買った？おはようございます。あ、アムンガスね。アムンガス山本さん、欲しくなったらたくさん出します。うん、あ、なるほど。高いのは例えばこの肘当ての高さとか、あの肘当ての横の位置も変えられるよね。あのちょっと肘当てを内側に寄せたり外側に寄せたりとかできます。高い椅子だと高さも変えられるし、あと背もたれの角度の倒れる角度も調節できる。高いやつだとここまで倒れるとか、ここまで倒れるとか。玉もあっと新成人一応さん、あのゲーム買ったはいいけどバグってて何もできなかった。なんでだろう。バグってて、あれでしょ、スチームでしょ。バグるってあるかな、なんだろうね。まあ、今度またもしもしくんか山本さん絶対やるんでやりましょう。ちょっと週1ぐらいしか多分時間はないと思うけど。山本さん、安いのは背もたれ調整できないの？できないのも多いですね。できないのは多いですね。あと高いのだとなんかこういう、だからその下に背もたれの下にこのなんか丸いのついてますよね。これで硬さとかも変えられるんですよね。こう倒れやすい硬さ、押しかかって押しこうなんていうか、こう背もたれに寄っかかって倒れる時の力の加減とかもできますよね。あの高い椅子はね、やっぱりこの足が5個、なんか安い椅子だと4つだったりするんだけど、高い椅子だと5個とか6個になってるんですよ、この足がね。もしもしくんさん、お便利。そう、まあ1回でセットアップしたら大体もう使わないけどね。山本さん、背もたれは180度になりたくないから考えた。いや、それはなりたくないでしょうね。それなる方がおかしいですかね。180度になったらそれ間違いなくバランス壊す、倒れ、なんていうかバランスがおかしくなって後ろ倒れちゃいますよね、それね。あとね、ゲーミングチェアの場合、ここさらにこう下についてるじゃないですか、あの足の方向についてるじゃないですか。だからそういう意味で足を伸ばしたいなっていう人はゲーミングチェアの方がいいのかもしれないですね。もしもしくんさん、それなりのやつ買ったら。ああ、まあね、プラス。やっぱりこれ今山本さん、今の椅子は180度でも倒れないよ。山本さん、これプラスですけども。タヌアンダーバーポン444、ワコシサ。小林さん、私のゲーミングチェアは塗ることもできますよ。そうな。山本さん、これプラスの。ちょっとでも安っぽく感じません？小林さん、寝る。休み。ちょっと安っぽく見えますね、これ1万9000円だけど。さっきのやつ見るとね、比較するとちょっと安っぽい感じ、ね。山本さん、背もたれ調整できないの？小林さん、5時の訂正ですわら。できるかな。メッシュ、あ、一応ロックはできますね、シンクロロック。背もたれの傾きに合わせて座面も連動して動きにフィット。あ、まあ、これタヌアンダーバーポン444、私の2800円の椅子はおすすめできないよ。タピオジみたいなね。一応ね、そう、まあオフィスチェアかゲーミングチェアかというので、今オフィスチェアに今傾いてるっぽいんですよ、山本さんは。ゲーミングチェアで、でもオフィスチェアで3万円というのはかなりその予算的には厳しいというか、かなりチープな椅子になってしまうというのが多分実情ですね、今だと。やっぱりオフィチア出すなら最低でも5万10万ぐらい出すと、なんかこういい感じのオフィチアになるんですけども、何がいいんですかね。玉もあっと新成人一応さん、自分の椅子は高すぎておすすめできない。おお、いいですね。やっぱり椅子はね、高いのがいいんですよ。あ、これどうですか。3話ダイレクト3万円ぐらいですよ。3万円ぐらい。玉もあっと新成人一応、金がね。ニトリのが、ね、安い。いや、ニトリはどうなんですかね。タヌアンダーバーポン444、ロジクールのゲーミングチェアでええやん、安いぞ。さあ、ロジクールのゲーミングチェア、いや、玉もあっと新成人一応さん、ゲーミングチェア。ロジクールのゲーミングチェア結構高かった気するけど、出てこないな。ロジクールのゲーミングチェアって高くなかった？なんか10万ぐらいしなかったっけ、あれ。
これでしょ、ハーマンミラーと連携したやつ、かっこいいこれ。山本さんこれだ、山本さんこれ、これかっこよくないですか、山本さんこれ。もう見た瞬間にうって思うじゃないですか、これよ。タマモアット新成人一応さん、これしか勝たないわら。小林さん、ええな、これかっこいい、もう見た瞬間あのもしもしくんさん、背もたれが凝る窃盗みたい。かっこいい。山本さん、いくらなの？タヌアンダーバーポン444、たった30万くらいだから。おさむさん、買って。うん。21万4千ですね、これね。これはちょっと、なかなかの値段ですね。山本さん、わら。わら。たまもあっと新成人、一応、さん、高すぎるんだよな、わ。でもかっこいいね。これはかっこいいね、ちょっと。これ、おって思うね。もしもしくん、さん、山もはたくさん出します。山もさん。出します。あ、これどうタヌアンダーバーポン444、おっかいだね、山もし。かっこよくないですか、これ。これはかっこいい。タマモアット新成人、一応、さん、自分にも買ってくれませんか、わら。で、いいですね。いいですね。これ、これだな。これはかっこいいわ。これはね、もう、この山本さん、山本はお金に厳しいよ。お金に厳しい、そうかな、なんかあんまり厳しい感じないけどな。タヌアンダーバーポン444、俺にも買ってほしい。ねえ、ニトリのゲーミングチェアってあるのかな。ゲーミングチェアはないな、ニトリ。あ、あ、あるな。ニトリのゲーミングチェア。19,900円。まあまあなんでな。見た目がかっこ悪いな。見た目がやぼったいっすね、やっぱりね。ニトリ感はないけど、やっぱロジクルには勝てないね。ただ機能的にはコスパは良さそうですね、この今。もしもしくんさん、それ座り心地良くなかった。あ、そうなんだ。確かにね、なんかいろいろこう微調整の機能はあるっぽいですけどね。デスクチェア、ワークチェア、まあ、ニトリはねいろいろありますよね。3万円ぐらい、まあ3万円だとね。もしもしくんさん、ニトリの椅子は片っ端から座った。あ、座った。タヌアンダーバーポン404、アスランさん、見た目はか、うん、こういう椅子ありますよね。なんかね、こう背もたれが分かれてるタイプ、なんか人間広角にこう基づいた感じの。小林さん、ちゃんと座りに行ってるんやね。これ結構ね、俺ね、あの示唆したことあるけど、もしもしくんさん、俺は好きだった。このなんかこうパカって割れてるんだけど、なんかこれが包み込む感じで、なんか俺この椅子割と嫌いじゃなかったですね、示唆した感じでは。うん、ちょうど山本さんの予算ぐらいですよ、3万円で。で、山本さんだったら僕多分この山本さん、読み上げちゃん、山本と子は途中で切れちゃうの、なんで。ああ、今ちょっとあのネットにアクセスしちゃうと切れちゃうんですよね。あの気にしないでください。あの一応見てますんで全部。もしもしくん、さん、なんか背もたれがハエみたい。ハエみたいですね。大丈夫です。こうネットにアクセスしてるとちょっとね切れちゃうんで。まあニトリ行って決めたのも難しいですね。なるほど。うん。まあこういうで、ね、こういう椅子っていうのもね、タピオジみたいにね。タピオジの椅子はもっと安かったかな。これを毎回買うっていうパターンもありますよね。壊れたら毎回買う。タマモアット新成人一応さん、わら。うん、いや、俺が服でやってるのがまさにその戦法で、俺はユニクロの服を着るけど、もう壊れたらすぐに捨てて、またすぐの新しい。タマモさん、え？これを10個買っておくんですよ。だから10個買っといて、壊れたらすぐに新しいのに。アスランさん、そのタイプはセカンドストリートで買い取り拒否されます。うん、そうそうそう。まあ捨てるしかないですね。だから山さん、これを10個買うんですよ、まず。10個買うと3万円じゃないですか。で、壊れたらどんどんあの新しいのに変えていくってパターンもありですよ。背もたれがガパーンってなんか180度だから山本さん、調整できないじゃん。調整は、そこは3200円ですから許してくださいよ。うん、そういう考え方もありですよね。タピオジはその考え方だと思うんですよね。壊れたらどんどん買い替えるっていう、3000のね。まあなんかこの辺良さそうですけどね、オフィスチェア。タマモアット新生
うん、尻がね確かにねない。まあそうですね、まあ、やっぱり椅子選びって難しいですね。山野さん、それタピさんの、いやタピさんは確かね、もっとあのラーメン屋の椅子で500円ぐらいの椅子だったはずです。確か座面が全くないやつですね、あのあ座面しかないやつですね、あの背もたれがない椅子です確か。タピオジタヌアンダーバーポン444、レーザーのゲーミングチェアたまもに買わせて。あーレーザーのゲーミングチェアありましたね。なんてあれどう書くんだっけ、こうだっけ、こうかな、これか。こっちはエルゴノミックと提携してるんだ。アシュランさん、最近発表された卵アット新成人一応さん、もう間違えて2個買っちゃだから買わない。これじゃなくて違うの。もしもしくんさん、かっけえ。これ最近発表されたのこれじゃないの。ちょっと俺知らないんだけど、そのニュース。タヌアンダーバーポン444、上蛇っぽい、うん、アスランさん、それじゃない、それじゃない、山野さん、未来館のやつですか。ちょっとアスランさん URL 貼れます、見たい。タヌアンダーバーポン404、どれだろう。あ、これか、2日前これだ。あったあったあった、これだ。何これこれすごいな、これだ。セスで発表された。ちょっと動画見てみましょうか。ちょっとうるさいな。ちょっとこれ動画見ますよ。山本さん、これいきますよ。アスランさん、それそれ。山本さん、ちょっと拡大して。あー、はいはい、拡大か。待って、ちょっと待って、一回やってみましょう。拡大しますよ。もしもしくんさん、おお。ですね。おさむさん、なんだこれすげえ。ちょっと待ってね。あれ。よいしょ。よいしょ。タマモアット新成人一応さん、場所取りそうがら。うん。じゃあ拡大しますよ。よし。じゃあ見ましょう。もう一回。山本さん、ありがとうございます。すげえ、何これ、モニターが。山本さん、これだ。これ。これ。没入感が半端ない、これ。うわ、すごい、なんか背もたれから音が。うわー、これでパブ G やったらもう、山本さん、大変なことになりますよ。山本さん、決まりましたね、もう買うものね。決まりました、これです、買うのは。へえ、これだ。山本さん、何これ、ディスプレイどうなっているの。タヌアンダーバーポン444、アスランさん、断末魔に磨きがかかる。かかりますね、これ。ディスプレイはだから、これはあの背もたれに入ってるんです。最初は背もたれに入ってて、背もたれからあのポイントが出てくるんですよ。もう一回見ましょうか。背もたれにモニターが入ってる。背もたれからモニターが出てきます、これ。背もたれね、ここにモニターが格納されてます、これ。じゃモニターいらずですよ、これも。山本さん、マジかよ。マジです、これ。まあこれね、あのまだあのここに書いてありますけど、セス2021というあのイベントにも発表されて、あのコンセプトって書いてあるんで、まああの多分実売はまだされてないと思います。あくまでも山本さん、空中に表示されるの。そうですね、空中っていうか、まあ、浮いた感じで表示されるんですね。まあコンセプトモデルなんで、多分実現するのは多分数年後だと思います。山本さん、何やって。まだ売ってはいないですね、うん、へえ、こんなの発表されたんですね。
知らなかったです、これ。初めて見ました。なるほど。まあ、そんなとこですか。じゃあ、山本さんも椅子も決まりましたし。玉もあっと新成人、一応、3、モニターいらなくなるの？ね、いらなくなるんでしょうね、あれ買うとね、モニターいらなくなるってことですね。そう、もしもし君、3、もはや椅子選びと言えるのだろうか。うん。まあ、皆さんね、とにかく椅子は、まあ、僕は最後にもう一回言いますけど、椅子はそこそこ高いの買った方がいいですよ。ちょっと無理してでも、ちょっとね、予算無理してでも、椅子は高いの買っとけと。だから、1万円のやつ買おうかなと思ったら、やっぱり頑張って3万円ぐらいの椅子買うべきだし、3万円の椅子買おうかなと思ったら、頑張って5万円ぐらいの椅子買っといた方がいいかなっていう気持ちで買うと、後悔しないんじゃないかなと思いますけどね。まあ、良さはそれぞれあると思うんですけどね。うん。もしもし君、3、なるほど。うん。だ、僕も当時は多分5万円くらいの椅子を買おうかなと思ってたんだけど、いろいろ調べてるうちに無理して、ああもうと思って最後奮発して、かなりタヌアンダーバーポン444、お金がないよ、うん、お金な。まあ俺も相当昔買って、当時も俺お金全然なかったけど、なんかとにかく椅子と机だけは無理しようと思って、もう金ない中でギリギリ買ったね、当時。だけどそれが生きて、もうかれこれ椅子も8年ぐらい使ってるし、机も多分それぐらい使ってるけど、まあ全く壊れる気配もないから、まあ8年使えばね、だから長く使うって考えれば元は取れる。まあ車とかもそうですけどね。まあさっきも言いましたけども、ハーマンミラー社の椅子は11年の保証があるんで、多分11年だと思うけどな、ハーマンミラーの保証、小林さん、詳しいですね。うん、いや、まあ椅子買うとき結構調べましたね、当時ね。もうだいぶ前ですけどね。何年だっけな、11年だったかな。あ、12年ですね。12年の保証があるんですね、これね。こう。だからこの椅子もまだ保証期間なんですよ。タヌアンダーバーポン444、うん、中途半端なもの買うのが一番損だわ。そうですね。まあ壊れる気配ないんですけどね、全くね。この椅子引っ越しで札幌行ったり東京行ったりも何回もするし、この椅子多分5回くらい引っ越してるんですよ。でも全く壊れる気配ないですしね。そう、この椅子ね、札幌にも2回行ってますしね。タマモアット新成人一応さん、うん、昨日初めて VC 入れて遊んだ。VC だから、まあまあこの後山本さん多分椅子買うと思うんだけど、まあカメラのレンズ買うときと同じような感覚で、まああんまり妥協しない方がいいですよね、椅子もね。うん。で、長く高いもの買うと長く使おうって気持ちになるんで、まあそれでね、元取るしかないなっていう気はするんですけどねって思って、もうちょっと選択肢がないんだけど、どこに行けば選択肢なんだろう、これ。選択肢が見つからないんだが、選択肢が見つからない。てか選択肢がないんだよな、この子しかないんだけど。この子の選択肢はどこなんだ、この唇はどこに選択肢があるんだ。行動できる選択肢はない。なんだこのリーフみたいな、選択肢がないよ。これか、これだ。タヌアンダーバーポン444、山本さんいつも買い物してんな。ねえ山本さん、やっぱりね、なんか、ねえねえ、今って時間ある？山本さん、壊れたって話を聞きますよね。この前もパソコン壊れたし、まあ今回も椅子も壊れたし、なんか壊れたって話を聞きますよね。なんですかね、それはね。壊れる星の下に生まれたんですかね。話してもすっか。いやー、またわかんねえんだよな、この子。でもこの子は色がついて、ヒントがついてるね。もしもしくん、さん、持ってんね。持ってますね。
楽器、太鼓。よし、はいをキープしますよ。この子はもうなんかヒントが出てるから分かりやすいですね。タヌアンダーバーポン444、自分は壊さないようにね。まあまさにね、まさに勉強、あ、勉強のことが聞くとこの子引くんだよな。語呂合わせ、あ、ナーマッカールシップスクラークかだったっけ、なんだっけこれ、水平リーベイの話かな。あ、あったね。曲がるとクラークさんはいいけど、シップスってなんだ、カオうぜぇ。タヌアンダーバーポン444、この女茶髪だぞ、高速違反だ。いや、あの生まれ持って茶髪なんですよね、この子ね。痛かったね。おさむさん、顔って何。いや、もうなんか可愛さを表現しますね。ちょっと私可愛いでしょっていう自己主張が入ってますね。語呂合わせから元に戻せないからテストで役に立たない。いや、ガオー、もしもしくんさん、スウェーデンとアフリカのハーフです。俺中学校の時にね、同級生ね、髪抹茶のやついたんだよ。だけどその子は どうやら生まれつき茶髪みたいで、顔は日本人だったんだけどね、いたんですよね、そういう子。多分ね、この画面ぐらいの茶髪だった、もっと茶髪だったかもしれない。生まれつき茶髪って人は いるんですよね。確かお店で売ってるのはほとんど調味梅干しなんだよ。へえ、結構可愛かったね。小林さん、いるよね、生まれつき茶髪ってね。塩漬けにするんで、お店で買うとすごく高い。まあなんかちょっと気の毒だったけどね、逆にね、なんか髪の毛染めてるって思われるからね、どうしてもね。世間話して、すごい、なんでじゃあなんでそんなに怖い、なんで怒るん。なんか会話がつまらんな、このゲーム。もっと面白いこと言ってほしいよね。やっぱパチパラ一周一だったな、会話面白かった。出前、なんで出前の話をするんだ、女子高生と。お母さんがマナムサなんだよね、はいはい、仲良くなったよ、どんどん仲良くなっていきましょう。あれ、選択肢が一個もない。え、あるんかな、選べる選択肢。数字が出てないんだけど、あるんかな。もしもしくんさん、アイレムが恋愛シミュレーション作ったら買うな。ねえ、買うよね。でも作んないんだわ、なぜなら売れないから。売れないんですよ、恋愛シミュレーションって。今もうね、若い子は恋愛シミュレーションとかやらないんでしょうね。もうリアルで恋愛しますからっていう感じなんですかね、若い子はね。こんなゲーム上で恋愛シミュレーションなんかしませんよっていうことなんでしょうかね。え、選択肢がないんだけど。あ、これ飛ばすしかないんか、もう。やばい、もう選択肢がなくなった。飛ばすしかない。あれ、これどうやったら戻れるんだ。どうやったらスキップできるんだ。スキップができない。もう選択肢がない、これ手詰まりじゃないか。え、一個も選択肢がない。もしもしくんさん、そうかな、こないだのぎこいとかいうスマホゲームの広告流れてきたから、まだ需要あるんだなと思いましたが。あ、まああれもでもそうね、のぎこい。でものぎこいって乃木坂と恋するんでしょ、それはシミュレーションなのかな。
だって乃木坂とタヌアンダーバーポン444、うん、アラの行動と第五人格ってゲームが人気の密かに恋愛ゲームらしい。もしもし君さん、そうそう荒野行動ね。荒野行動はまあ確かにね。でもさ、乃木坂って乃木坂と恋ってできないじゃないですか、絶対リアルに。まあこ、まあ、そういったらこのゲームもそうかもしれないけど、小林さんわら普遍的なのはやっぱりその辺の高校生と恋をするゲームと乃木坂と恋をするゲームは若干性質が違うと思うんだけどね。どうなんですかねその辺ね。あれこれキャンセルできないんだけど、あ時間進めり出た、時間進めりしかないんだよ多分ね、もうないから。もしもし君さん、そう言われるとそうか、うんと思うんだけどね。誰マサって、山本マサって誰、友達かしら。ユージ誰、ユージってえ、いやチーズだろそんなの。そうだな、いやそれチーズだよ、いやそれチーズだよ、もうチーズしかないよカレーと言ったら。これはリアルタヌアンダーバーポン444、中日の投手ちゃうで。ありがとうございます、そのツッコミ待ってました。多分誰も山本まさのことね知らないんで、タヌポン以外山本まさのことみんな知らないんで、タヌポンのツッコミありがとうございます。まさって誰って。俺はチーズ派ですね、これはリアルにチーズ派です。うん、本当にカレーにチーズ乗せるの好きなんですよね、大体乗せますね、うまいんですよね。もしもしくんさん、タヌじゃなきゃ見逃してたね見逃したかもしれないですね、ありがとうございます。皆さん昨日のあのアマンガスの録画見ましたか。あの僕は見ました、やっぱりね最後の方は結構面白かったです。 特に小林さん、チーズ牛丼のこと最近初めて知った。チー牛と呼ばれてるやつね。あのチーズ牛丼っていうのは昔からあったけど、最近チー牛チー牛って言われていて、なんか違う意味があるんですよね。もしもし君さん、自分の声聞きたくないから見てないな。あそう、タヌアンダーバーポン444 俺の 60Hz のモニターは見逃さない。 60Hz モニターで普通だから普通よ、てかしかもいや面白いですよ、見てくださいよ、最後の方とか結構面白いですよ。タマモアット新成人一応さん、チーユシは悪くない。チーギューね、なんかメガネかけたなんかこうオタクっぽい人のことをチーギューチーギューっていうなんか意味合いが最近あるっぽいんですよね。ちょっとググってみっか、チーギューで何が出るか。昔はチーズギューだったほどチーズギューのことだったけど、タマモアット新成人一応さん、許すマジ今チーギューって言うとなんか意味合いが違ってて、小林さん、あの顔は誰にでも似てる。うん。卵アット新成人一応さん、チーユシは美味しいのに。あ、ネットスラングで出てんな。こっちの方がいいな。こうネットスラングなんです今チー牛って。これちょっとみんなあの知らない、山本さんとか知らないかもしれないんでちょっと勉強しましょう。あのネットスラングがあるんですよ最近チー牛っていう。でかいな。まあ、あまり別に使わなくてもいいんだけど、チーズ牛丼っていうのは、いわゆるオタク、陰キャ、ネクラと呼ばれる層に対する揶揄として用いられるネットスラングで、なんか多分語源みたいなの書いたのかな。発端なんかややこしいな、なんかうん、でも意味わかんないよね。もしもし君さん、次から次へと新しい言葉できるもんじゃの、うん、ね。いやこれがさ、いずれはさ、30年後ぐらいには広辞苑に出てるかもしれないよ、地域って言葉がもう、うん、もしもし君さん、おっさんはついていけんわい。ついていけないよね。2019年、でもかなり前だねこれ発端ってね。2018年か。まあタマモアット新成人一応さん、食べ物を侮辱するなんて、うん、ね、なんでチー牛チー牛って言うんかね。とりあえずネットスラングですチー牛は、まあ、別に
使わなく、僕は使うことはまあリアルでほとんどないですけども、まあ、一応ね覚えておいて損はないかなっていう、なんか頭の中に入れておいていただいて、なんかもしかしたらあのことかっていうなんかことはあると思います。地位牛覚えておきましょう。選択肢がねえな。森島先輩にちょっと言ってくか。森島先輩に嫌われてるし。はいはい、森島先輩。おさむさん、これのせいで好きやでチーリュー頼みにくい。小林さん、うん、バカにする人はどんなことでもバカにすることができる。ね、もしもしくんさん、チーズ牛丼を頼みづらくなったとかいう記事あって、うん、なんだか切なくなった。たまもあっと新成人、一応さん、そう。そうかそうか、チーズ牛丼の売り上げに影響あるんか。いや、あの言っていいですか、ちょっと。僕、チーズ大好きなんですよ。何でもチーズ乗せる派なんですけども、まあ、当然卵アット新成人一応さん好きだったのに、あの卵ちゃんとねちょっと実は意見が違ってて、俺ねチーズ牛丼ダメなのよ。俺チーズ大好きだし牛丼大好きなんだけど、チーズ牛丼だけは3回ぐらいチャレンジしてどうしてもなんかね合わないっていうか食えないんだよね。あんまりなんか知らんけどね、毎回ねチー牛食うとあーなんかやっぱ違うなと思ってね、なんか1年に1回とか2年に1回くらいチー牛試すんだけど、なんかね俺牛丼とチーズはなんか合わないんですよね俺はね。まあこれは俺の個人的な感想なんだけどね。だからチー牛はね俺は頼むことはあんまりない。好きはかなりの頻度で行くけど、大体いつも俺明太高菜を頼みますね。明太高菜牛丼ちょっとなんか好きやの目に見たくなってきた。たまもあっと新成人、高菜うまいよね。ちょっと。オム牛丼ってあの今。知ってた、オム牛丼って。でも俺はオム牛丼食べたくないな。なんか、ケチャップと牛丼ってかなんかどうしても。卵アット新成人、一応、さん、知ってる。知ってる。これでしょ、三種の、ね。小林さん、チーズは単独で食べたい。いや、チーズはね、まあ、カレーにはチーズのバンバン乗せるんだけど、なんかね、この3種のね、チーズ牛のね、多分5回ぐらいは食ったことあるんですよ。卵アット新成人、一応、さん、おろしポン酢好き。ああ、おろしポン酢ね。俺、いつもこの、明太高菜、高菜明太マヨ牛丼、これ食ってますね、いつもね。まあ、これもマヨネーズかけてもどうだって話もあるけど、ね。卵アット新成人、一応、さん、キムチも、もしもしくん、さん、南海馬吉野家もチーズ牛丼なるよね。え、本当に？まず吉野家にチーズ牛丼あるの？うちね、すき家は、ね、小林さん、マジかよ。すき家歩いて行ける範囲あってね、すき家は結構の頻度で行くんですよね、うちは。うん。吉野家と松屋はね、ちょっとね、歩いて行ける範囲がなくて、なかなか行く機会がないんですよね。ちょっと吉野家で見に。もしもしくん、さん、あるはず。吉野家。たまもあ。吉野家のメニューを。あ、ほんとだ。あ、チーズ豚丼だけど。吉野家ってさ、昔さ、ストイックにさ、あんまりメニュー増やせなかったよね。それが出るんだ。いや、うまそうだな。牛丼、グランドメニュー。あ！もしもしくん、さん、豚丼だけか。そうだね、豚丼だね。チーズ豚丼だね。チーズ牛はないね。うん、ないっすね。牛丼、肉だく牛丼と、ネギだく、あ、もうこれメニューになってんだ。ネギダク牛丼ってメニューになったんだ。昔は卵アット新成人一応さん、スタ丼ぶり行ってみたい。昔さ、牛丼のネギダクってさ、別ってか、牛丼のお金でネギダクにしてくれたんだよね、昔はね。多分今はネギダクったらもう別になっちゃうんだ。結構高い、ネギだけで100円以上とお金取ってんだけど。そうなんだ。俺別にネギいらないから、俺つゆダクにしてもらう派だから、ネギダクって今オプションになったんだ。もしもしくんさん、なんか豚丼ぶりがリニューアルされてるんだけど、ごまが大量、ごまが大量に入って、ごまいらねえな俺、ごまいらん。吉野家も牛カレーってあんの？あ、豚丼これか。あ、これがあれですね、豚丼、チーズ豚丼。キムチ豚丼。もう豚丼も今あれなんだ。おさむさん、吉野家コピペが通じない時代。あ、懐かしいね。おいおいとか言うね、家族で食ってんじゃねえよみたいなですね。もうあのコピペ完全に消えましたね。懐かしい。
え、吉野家ってカレーあるんだ。俺知らなかった。昔なかったよね、吉野家にカレーなんてね。カレーってさ、松屋のイメージがあったよね。いつもにか吉野家とか、すき家もカレーを追従したんだ。俺、吉野家って本当あんまり行かないから、あ、でもね、カレーはね、俺松屋が好きなんだよね。松屋のカレーが好きなんだよね。すき家のカレーもこの前食ったけど、やっぱりいまいちだったね。やっぱり、カレーは松屋がうまいっすね。もしもしくん、さん、ごま抜き頼んでも。ごま抜き頼むの？ごま抜きって言えるの？ああ、完全なごま抜きはできない。タヌアンダーバーポン444。吉田の野菜カレー。野菜カレー。へえ、野菜カレーね。やっぱり松屋はね、カレーがうまいんですよね。牛丼はまあまあだと思うんだけど、松屋はね、カレーがうまいですね。松屋のカレーにはね、なんかね、松屋っていうか、松屋は全部そうだけど、七味って、焦がし七味っていうのつけてくれるんですよ。焦がし七味がめちゃくちゃうまいんですよね、松屋って。焦がし七味出てくるかな？ああ、こう言ってくるんだ。俺いつもね、あ、そう、松屋ってさ、なんか創業ビーフカレーに変わったんだよね、最近ね。もう創業ビーフカレーじゃなくて、俺、前のカレーがうまかったんだけど、このカレーじゃない方がいいんだよな。もうちょい黒っぽいカレーなんだよね、前の。もしもしくん、さん、板橋に住んでた時、駅前の松屋まで通ってたな。ああ、松屋さん、そう、そう、カレー変わったんだ、松屋。もう今じゃ食いたくないんだ。この、もうちょい黒っぽいカレーだったんだよね、松屋のカレーってね。創業ビーフカレーに変わって、で、ファンが離れたみたいな話をね、ちょっとね、聞いたことありますけどね。僕も、このカレーはそんなに好きではないな。創業ビーフから一回食ったけど、いや、前の方がいいなと思って。でも今ないんだ。かぁ。なるほどね。松屋。焦がし七味ね。おさむさん、松屋の冷凍のカレーまとめて買ってます。ああ、あれね、うまいんでしょうね。あ、あれはね、もしかしてあれじゃない？焦がす。焦がし七味がね、うまいんですよね、これ。焙煎七味、あ、売ってるんだ。この焙煎七味がうまいんですよ。黒、これがね、うまいんですよね。うまいんだけど、売ってるんだ。なるほど、焙煎七味か。これ欲しいな。これね、これね、あ、ちょっと切れてるか、画面が。これがうまいんですよ。これ、もしもしくん、さん、牛めふりかけとかあるんだ。うん、松屋って必ずこの木の、この上の木のなんかこう、これくれるんですよね。黒ごま焙煎七味、これがうまいんですよ。これをね、毎回たっぷりかけてね、牛丼とかね、味噌汁の中にも入れちゃいますね、俺はいつもね。うん、売ってるんだ、これ。買いに行こうかな。これだけ買おうかな、松屋行って。200円、安い。この焙煎七味が美味しいんですよ。売ってるんだ、知らなかった。あ、いいこと気づいた。今日はちょっと松屋行ってこようかな。これ買いに。よし、森島先輩、森島、いつの間にか妹と仲良くなってる。あら、あら、お兄ちゃん、そう、何これ、この二人何かあったのか。もしもしくん、さん、松屋近くにないから買いに行けねえ。タヌアンダーバーポン444、山本さん寝たな。山本さん寝ましたね、もうね。あ、山本さん、ね、短い睡眠を繰り返すんで、もう今寝てます。具合でも悪い、大丈夫です。そう、確かに山本さん、この話題ならついてきてもおかしくないから、多分寝てます、山本さんは。おいおい、妹、どうしちゃったのかな。思春期かな。たまもあっと新成人、一応、さん、猫かな、わら。山本さん、猫っぽいところありますよ、こう人懐っこい、ね。もしもしくん、さん、ノンレムの山も。ノンレム。で、あとね、30分ぐらいしたらね、山も寝てたっていうね、コメントが来ますから。山も寝ちゃってたっていう。山本さん、自分のこと山もっていうの可愛いっすよね、ちょっとね。
何があったんだよ。なんか変だな。もしもしくん、さん、は、兼ねてましたのどっちか。はってあるん、確かに。何かされた。森島先輩に。なんだよ、じゃあ言えよ。そのな、なんでも、うぜぇ、 うるさい、もう、バカニーニー、ニーニー、なんなんだろうな、このイベントは。GL ってやつですか、これ GL の層も救っていくっていうね、このね、こう幅の広さ、懐の広さをね、見せてますね、このゲームはね。はいはい、新しいイベントが発生した。うん、もしもしくん、322のやつか。22のやつ、テラス、ちょっとこいつをね、こいつのね、好感度をちょっと上げとかないと。ずっとローだからね。ああ、どうかしたの？うん、お話か。でもさ、高校時代にさ、同級生にさ、同級生とか、まあ一つ上の先輩とかにさ、話でもしませんかなんてさ、話しかけられないよね。もしもしくん、さん、告白勘違い女。そうだの？そうね、いいわよ。話でもしませんかなんていう、そういう話の振り方ってないよね。なんかのきっかけでそう雑談になることあってもさ、話でもするみたいなイベントってないよね、普通ね。まあそれはゲームだからしょうがないけど。森島先輩勉強できそうだから、勉強の話も振ってみっか。え、何急に話ぶっ込んでくんの。保健体育の授業なんでそんな変な話振るんだよ。もしもしくん、さん、話でもするの話題のなさは難易度マックス。なんだか反応が鈍くなるのね。そうだよ、そんなさ、最初からさ、話でもするっていう話の振り方するんじゃなくて、ちゃんと話を持ってかないとね。たまもあっと新成人、一応さん、おませさんかな。おませさんですね。響ちゃんにも可愛いとこあるんだよね。なんだって。お、少し回復した。あのピンク色はなんだ、おしゃれかな。おしゃれの色いいんか、なんか色が似ててよくわかんない。恋愛なのかおしゃれなのか。こう紫だと思うんだけど、紫よりは明るいよな。こっちかこっちか、こっちだけど。おさむさん、先輩、寝癖ついてますよ。確かに。これね、あのあれですね、ヘッドバンドが、あのヘッドバンドのアイコンがちょっと寝癖に見えてますね。ヘッドバンドのアイコンが。よし、おしゃれ。手鏡。うん、3つかな。三つ、手鏡を3つ。なんでそう思ってんの、まさか。もしもしくん、さん、触覚キャラ先輩。なんか手鏡でさ、捕まった人いたよね。なんだっけ、あの教授みたいな、懐かしい。手鏡であの失脚した。あ、名前が出てこない。ちょっとググっていいですか。手鏡っていう言葉が久々に出てきて、今あの教授、おさむさん、ミラーマン教授。ミラーマン、そう、ミラーマン、ミラーマン、名前なんだっけ。植草和秀。なんか、もしもしくん、さん、ミラーマンわら。最近ちょこちょこ出てくるよね、この人。まだおさむさん、R 植草。うん、植草。だってさ、この人さ、東京大学だよ。東京大学出てさ、なんでさミラー使っちゃったんだろう。ミラーの話出てんのかな。あ、出てる。2004年品川駅のエスカレーターで女子高生のスカートを手鏡で覗こうとして、うえー、現行犯逮捕。うん、逮捕直後の。卵アット新成人、一応さん、見たかったんだよきっと。見たかった。でも東京大学、おさむさん、17年前。
もうそんな経つんだね。タモちゃんとかじゃ知らないか、この事件。タモちゃんがまだ3歳とか4歳ぐらいの頃か、きっと。いや、これ当時はすごい話題になったんですよ。この植草ってじゃあもっとすごい。もしもし君さん、地位や名誉をお持ちの方が、うん、そういった罪に手を染める傾向があるらしいですね。そう、すごいテレビ出て当時この人。それが突然2004年に品川駅のエスカレーターで手鏡で捕まって、これすごい、だから当時大ニュースだったのよね。でその後、手鏡は持っていましたが覗いていませんと否認に転じた。本人のブログによると、捜査段階では一貫して品川駅のエスカレーターの防犯カメラ映像の記録に確認することを求めたが、その映像はすでに廃棄されていたという。しかしだから、そもそも防犯カメラの位置はエスカレーターの前方にあり、映像の今は関係なく目撃上での逮捕となっていると。もしもし君さん、もみ消そうとしていたの。うん、しかもこの人は1回じゃないんですよ、2回あるんですよ、これ2回目ね。2006年、品川駅の京急蒲田駅の下りの快速電車内で、高校生の女子生徒に痴漢行為をしたとして、また逮捕されてるんですよ。で次は酒に酔っていたっていうね、どうしようもないですね。またこれで人違いか勘違いで容疑を否認したと。タヌアンダーバーポン444、大船だったらセーフだったのに。ダメですよ。タマモアット新成人一応さん、救い用のない人。小林さん、学歴はすげえな。学歴はすごいよ。で結局実刑判決出たんですね、これはね。まあ上告も棄却されて、懲役4ヶ月の実刑、懲役4ヶ月の実刑だったんだ。刑務所に送られるまま東京拘置所で当初執行ではね、短いと、刑期短いと、そういう刑務所じゃなくて拘置所で服役するんですね。知らなかった。でそこからさらに被害報道に関して今度損害賠償請求というのを訴えるんですね。民事保証には、民事裁判には敗訴したけど、あ、一部においては勝訴してる。つまり俺の報道をしたやつを訴えると。名誉毀損で訴えてるんですね、これはね。名誉毀損つってもね、もう名誉なんかないでしょこの人にって思うんだけど。で小学館とは和解して100万円お金もらったと。いやー、盗っ人たけだけしいって感じはしますけども、どうなんですかね。まあ勝ったんだから一応それは、まあそういった行き過ぎた報道っていうのがあったんでしょうかね当時ね。あ、まあ190万円の支払いを命じた。まあだから行き過ぎた内容の報道があったんでしょうね。その中に憶測による記事もあったんでしょうね。まあまあ手鏡でねこう覗いたっていうのはまあほぼ事実なんでしょうけども、まあそれ以外のねないこともきっと付け足して書いたんでしょうね。なるほど。まあいろいろやってますね。まあまあ一応今テレビにはもうほとんど出てくることはありませんね、この人は。ただなんかネットの記事とか見てると、小林さん声がなければ挫折知らずの人生やな。ないですね、多分今もテレビ出てたと思いますよ。まだ60なんだ小林さん。これじゃあ当時40歳ぐらいだったの、42、3だったのね。そんなんで活躍したの当時は。めちゃくちゃテレビ出てたからねこの人ね。ということで今この手鏡っていう話題だけで今僕はこの人を今思い出しました。手鏡といえばこのこと思い出しますよね。なんでそう、どこに置いたか忘れちゃうの。それでなくした。なるほど。気づいたら3つになってたってわけ。わけ、なるほど、そういうことですか。おさむさん、そんな手鏡を3つも、3つもね、だ怪しまれる。手鏡なんて3つ持ったら、まあ女性ならいいかもしれない、男で手鏡3つ持ったら間違いなく怪しまれますから。バッグの中に手鏡って多分ね、そのこの今の植草さんがある意味こう風評被害を出したよね。それまで手鏡って別に悪いイメージなかったけど、植草さんのせいで手鏡って言葉が一気にこう悪者になったというか、いいイメージにならなくなったんですよ、この植草さんのせいで。
本当手鏡業界は本当植草さん訴えてもいいんじゃないかっていうからぐらいね、あのダメージ受けてると思いますよ。小林さん、そうだったのか。うん、手鏡って本当にそれまで別に手鏡だ手鏡だなっていうふうにしか思わなかったけど、この事件以降は手鏡っていうとなんかその悪いことに使うんじゃないかみたいな、なんかそういうイメージが若干つきましたからね。うん、食べ物タヌアンダーバーポン444、普通コンパクトの内側の鏡使うよね。うーん、で手鏡なんて持たない。まあ今はスマホがあるからね、スマホを鏡代わりにしてる人が多いけどね、スマホの内カメラをね。頭から食べて、どうでもいい話題だな。石鹸話して、小林さん、鏡なんて持ち歩かない。まあ俺も持ち歩かないですね。もしもし君さん、道具を本来の目的で使わない人たちのせいで道具自体が邪険にされる世の中ありますね。そういうのね、そういう道具ってきっとありますよ、いろいろ、いろいろ。うん、多分ね、一番その影響あるのはね、やっぱりハンドマッサージャーでしょうね。もうなんか大体 AV とかみたいに出てきますけどね、あのハンドマッサージャーは多分そういう意味では本来は多分作ってないと思うんですよ。だけどね、大体ね、そういう AV とかで出てきますからね、あれは本当しょうがないですけどね。もしもしくんさん、うん、確かに小林さん、うむ、あれはどうなのかね、世界でもそうなのかね、共通なのかね、あのハンドマッサージャーってなんかこうエロいことに使われる。もしもしくんさん、マッサージ機なのに持ってると変な目で見られる、うん、そうだよね、あのマッサージ機ってさ、あの普通に家電で売ってるじゃない、あの山田電機とかでも売ってるじゃない、あのハンドマッサージャーって。でもさ、あれをさバッグにしばしたら間違いなくさあって思われるよね。例えばあのハンドマッサージャー持ってなんかあの職質受けて、ちょっとカバンの中身見せてくださいって言われて、あの警察官が見た時、ハンドマッサージャー見た時に、え、なんでこれ持ってるんですかって言われた時に、え、これマッサージャーですよ、僕肩こるんでよく持ってるんですよねって言っても多分信じてくれないよね、警察官もね、絶対怪しまれるよね。うん、あれ違った、タマモアット新成人一応さん、わら、うん、もしもしくんさん、うわ、ありそう、だってあれはハンドマッサージャーだもん、肩とかさやるやつでしょ。小林さん、憶測を恐れて何も持ち歩けない、うん、ハンドマッサージャーを持ち歩けない世の中にしたのは AV 業界のせいだと思いますよ、それは間違いない。本当は別にさ、肩こりだってさ、あのいつでも起きる話だからさ、別に持ち歩いたっていいじゃないですか。だけどもう、もしもしくんさん、それは言えてる、ハンドマッサージャーをもう外に持ち歩けない、あの世の中にしたのは AV 業界ですよ。これでいいよな、この色。恋しちゃいだっていうわけは。街でカップルが幸せ全開で歩いてるの見たとき。そんな話聞く？山本さん、マジで？山本さん起きてた。山本さん今の会話聞いてた？ハンドマッサージ。もしもしくんさん、マジです。マジです。タヌアンダーバーポン444、悲しささんが一番に提案したらしい。いやないと思うんだけど。小林さん、家電店いくらでも置いてあるのに。置いてあるよね。普通に山田電機とかさ、ヨドバシでさ、ハンドマッサージ置いてあるけど。うん、多分これ日本独特じゃない？こんな文化。小林さん、ごじった。ごじった。海外でこんな話ないでしょ。まあ、山本さん、買っちゃダメなの？いや、買ってもいいけど、まずハンドマッサージを買うのも結構恥ずかしいって空気になってません？今。ヨドバシとかでさ、あの、形のハンドマッサージをさ、ダメじゃないけど。もしもしくんさん、うん、なってますね。多分売上相当下がったと思うよ、ハンドマッサージ。タヌアンダーバーポン444、うん、山本さんが持ってたら職質レベル、うん、山本さんがハンドマッサージャーをハンドバッグに持って、あの職質されて、あのカバンの中見せてくださいって言われて、ハンドマッサージャー出てきたら、それは山本さん、型番はどれですか？型番って、ちょっと待ってくださいよ、ハンドマッサージャー、タヌアンダーバーポン444、俺が持ってたら爽やかだからセーフ、うん、もしもセーフって言われても型番？難しいな、型番。いや、これあの普通の小林さん、草。あ、何これ、こんなマッサージャーもあるんだ。あの普通にあの
なんだろう、棒タイプのやつちゃうよ。こんなマッサージあるんだ。これなら大丈夫だね。アルインコ。こういうマッサージなら多分高っ。16,500円。あと肩をほぐすやつがいいよな。あ、これ手、本当に手のひらを、手のひらのマッサージだね、これね。こんなんあるんだ。あ、気持ちよさそうだな、これ。あの、マッサージ機にさ、あの、手のひらをさ、ギューって潰すやつあるけど、それだね。あ、これはちょっと違うな。肩のマッサージだね。肩ってか言うか、肩。もしもしくん、さん、山も。あ、だからね、もうね、わかった。あのね、あの、オーソドックスのハンドマッサージャーはもう売れないのよ。つまり出しても全然あの売れないから、みんな形を変えてきたね。だから例えばこれだったら、これだったらね、あの疑われないでしょ。これだったらまあカバンが入っててもちょっと形が違うから、あの疑われない。これも入ってる人もいないと思うよ。うん、変えてきた。だからこういう形のやつはちょっとやっぱり疑われちゃうね、若干ね。こういう普遍的なやつね、うん、こういう機械だったら、もしもし、うん、別になんか入っててもオンオンって感じになるんじゃない。でもこういうのを逆に言うとエロい目的に使ってる人いるかもしれない、あの持ち歩き用で。うん、なるほどね。ちょっと手鏡から話がかなり脱線しましたけども、ドライヤーみたいでしたね。うん、もう森島先輩のせいで変な話になっちゃったわ。山本さん起きてましたね。さっき寝てたでしょ。山本さん、大きいのはアック電源じゃないの？いや、あの多分電池のやつもあると思いますけど、大きいのはまあ AC 電源でしょうかね。うん、まあ、確かに AC 電源のマッサージ機を持ち歩いてるのはちょっとそれは疑わしいですよね。まあ電池式のやつだからまあせいぜい。でも、もしもしくんさん、森島先輩、話題作るの上手いな、うん、森島先輩とも、ね、こういう会話に持っていければね、あのワンチャンありますよね。なんかあのマッサージ機を持ち歩くのってどうですかねみたいな話になるとね。好感度、おっと動いた森島先輩。次は仲良しに行きたいな。全員揃って仲良しに行きたいな。そういうエンディングはあるんでしょうか。なかなかちょっと話が脱線してゲームが進まないんですけども、まだ2日しか進んでないですよ。今日中にクリアする予定で進めたのにな。全然進まないわ。ゲーミングチェアやったり何やりで、よしよし、あと2日ぐらい進めて今日はありましょう。タヌキのポンちゃんさん、山本さんは椅子買ってたの？あ、椅子買ったのかね。寝てたのか椅子買ったのか。まあそんな簡単には買わないでしょ、まだ。また選択肢がないんだが。山本さん、椅子は検討中です。選択肢が1個もないんだが、あれ、これ選べないですね。また時間、もうなんか手詰まり状態になってきましたね。あ、また何もない。もういろいろ選択肢間違ってるでしょうね。あ、出た。たぬきのポンちゃんさん、山本さんは背高いから実際に座ってみるのをおすすめする。まあそうでしょうね、視座は大事ですよ。だから一応僕も視座しましたよ。あの高い椅子買おうと思って、まあ当時札幌だったんですけども、札幌のね、なんかね、椅子センターみたいなのがあったんですよ。でそこに、まあ、ハーマンミラー社の椅子が全部あるって言って、よしここだっつってわざわざ行って、だからね、そこのね、やっぱりね、センターね、なんか予約しないと入れないみたいで、いやちょっと敷居高いなと思ったけど、予約し行って、多分ね、付きっきりなのよ。めっちゃ付きっきりで、この椅子、あーって言って、全部俺座って、まあちょっと考えますっつって、帰って、速攻でネットで買いました。その、椅子センターには申し訳ないけど。
山本さん、椅子センターはどのメーカーでも大丈夫なの？まあなんかですね、そこはね結構大きくてね、浜ミラ社の椅子以外にもあったけど、僕はもう浜ミラ社の椅子を買おうと思ったから、とにかくそこが全部あるっていうのが札幌に一箇所だけあって、よしここだと思って行って、あの試座しましたね、全部ね、で決めました。だからまあ関東だったらやっぱ大塚家具とかそういうとこ行かないと大事でしょうね。でも大塚家具が結構接客うざいからさ、そこをいかに無視して試座するかというのはちょっとなかなかのテクニックがいりますね。まあ大塚家具でいいんじゃないですかね。狐のこんちゃんさん、おはようございます。もしもしくんさん、店員つきっきりだるいな、うん、山本さん、ニトリとかはニトリのしか売ってないの？ニトリのはニトリしか売ってないですね、おそらく。もうあの普通のゲーミングチェアとかハマミラーのチェアとか売ってないですね。相変わらず高校生の恋愛シミュレーションをですね、いい年したおっさんがやってます。ようやくあの女性リスナーが来ていただいて、女性の気持ちがわからないってさっきずっと言ったんですけども、もし女性の気持ちで補足するところがあったら教えていただければと思います。もう全く女性の気持ちがわかんないですね。ここに来てるリスナーみんなおっさんばっかりで、みんなクエスチョンマーク出てますからね、このゲームやってね。ビタミン剤。おさむさん、手鏡を3つも持つのはどういう心境でしょうか？どういう心境ですか？さっき俺も今思ったように、手鏡を3つ持ってる女性っていうさっき出てきて、どういうことなのかなっていう、持たないよねっていう話をして、そこからなんかちょっと手鏡から変な話になったんですけどね、ちょっと変な話になって、でも手鏡3つ持つともよくわからないですよね。こんちゃんならわかるかも。手鏡3つ持つかなと思って。山本さん、悲しささんは女性の気持ちが分かると思ってた。いや、分かんないですよ。分かるわけないじゃないですか。そんな分かんないですよ。なんで小林さん、これやっても多分恋愛が下手なまま。まあこれで恋愛上手くなったら本当に恋愛ってのは簡単ゲーですよね。お、なにこれ。イライラスッキリ、フラフラさっぱり。イライラしないからな。やっぱりこれ目覚めるかな。とりあえず飲んどこう。うん。パクパク。苦い。まあビタミン C は苦いんですよね。あのガチのビタミン C ってめちゃくちゃ苦いんですよ。あの酸っぱい。タヌキのポンちゃんさん、すれ違いざまに唇奪えばそこから始まるんだよ、簡単だろ。いや難しいな。すれ違いざまに唇を奪うっていうその表現が、もしもしくんさん、ハードボイルドやん、なんかグレイの歌詞みたいでちょっと俺はドキッとするんですけどね。キツネのコンちゃんさん、わら、タマモアット新成人一応さん、セクハラわら、コバヤンさん、警察に捕まります。それこそもうウェクサさんと同じレベルですね。さっきあのウェクサさんの話しましたけども、タヌキのポンちゃんさん、ズギュールン、ズギュないですから、そういうの飲み込まなくちゃ、うん、もしもしくんさん、ジョジョかな、眠気がなくなった、山本さん、それ TikTok で見ました。 TikTok であるの？そんなすれ違いざまにキスする。もしもしくんさん、ていうかディオかな。あ、そうだね、これね、おさむさん、それは泥水で口をすすがれるので、一つ報告があるんですけども、インスタを開設しました。悲しさアカウントでインスタを開設しました。常のこんちゃんさん、水溜り、水溜り、水溜り、確かにあるね。フォローお願いします。フォローお願いします。分かっても分かんねえか。もしもしくんさん、インスタ、とうとう山本さん、何をアップするの？いや何も考えてないですけどね、まだ写真一つもアップしてです。たぬきのポンちゃんさん、通報しました。なんでいいじゃない、悲しさアカウントのインスタ開設したんで、フォロワーはゼロです、今のところ。フォローしてるのも一人です。だってみんなのアカウント知らないんだもん、インスタとか。キツネのコンちゃんさん、砲撃の写真あげて。まあちょっと写真あげてきますからね。タヌキのポンちゃんさん、鍵垢で奥さんの寝顔アップしてるのとは別垢ですか？そんなのねえし、ないしね。
寝顔とかね全然見ないですよね本当にね。キツネのコンちゃんさんわらはいはい、どんどん進めていきますよ。もう山本さん、ね、ちょっと奥さんの寝顔はどこですか。ないです、残念だから。もうそんな撮影者怒られるんでね。またもうイベントがないですね。どん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 小林さん、仲良くて羨ま。いや、仲はまあたぬきのポンちゃんさん、興味持ってんじゃないよそんなに良くもないですよ。良くもなく悪くもなくです。あ、そうだ、あやつじさん倒れたんだよね。よし、お見舞いに行こう。お見舞いに行きます。あやつじさんの家に。家知ってんの。そんな家知らねえだろ普通は。たまもあっと新成人一応さん、人妻に興味あるの。人妻に興味あるのねえ。たまもあっと新成人一応さん、山本さん。いや、山本さんぐらいの年になると基本人妻には興味ありますよ。たぬきのポンちゃんさん、山もはみ境ないよ。いさかない、いさかいないですか。人妻に興味ないっていうのはない。あ、姉なのこれ、あやつじの。もしもしくんさん、こんなの。基本ですね。まあ興味っていう言葉ですね。ある意味興味ですね。あの恋愛対象には見れないと思うけど興味がありますよ。うん、つかさ。小林さん、言いたい放題でさ草。本当ですよ、山本さん、そんなに悪くはない。つかささん喋らないんだ。そうだ、せっかくここまで来たんだし顔見てってあげたらどうかな。とうとう家に上がり込みます。そうだよね、言ったら悪いし。でも具合なら本人に聞くのが一番だし。そうかもしれないですけど、これはいいイベントですね。いいから、いいから。お姉ちゃん強引だな。女子大生かしら。それじゃあ、ごゆっくり。え、いや、その僕は、え、いや、遠慮なんてしなくていいのよ。どういうイベントこれ。そんな部屋に入れる勝手に。寝てるし、しかもないよ。もしもしくんさん、お姉ちゃん。そんな、こんなイベントありますか。お姉ちゃん、ちょっと俺を許しすぎでしょう。勝手にあの女子高生の部屋に入りました。山本さん、いきなり家に来るの。いきなり家に。たぬきのポンちゃんさん、マジかよ。部屋に、しかも部屋広くね。しかもこの部屋、この部屋12畳ぐらいあるでしょ。この部屋、ベッドのスペースから見てこれ明らかに部屋が広すぎるんだけど、こんな広い部屋に住んでます、女子高生が。大金持ちかしら。これおさむさん、あやつじさん金持ち。これ山本さん、ちょっとさっきの子は誰なの。さっきの子姉ちゃんですね、あやつじさんのね。で、強引に部屋まで入れてこられて、しかもあやつじさん寝てるし、ベッドでこの時間に病に伏せてる。さぬきのポンちゃんさん、ハーマンミラーの椅子だったらしっと。もしもしくんさん、パパ活してます。パパ活、椅子も高そうだしさ、机はまだなんかこう学習机だけどさ。たぬきのポンちゃんさん、そいね。いや、これどうなるんじゃ。まあ、添い寝はまあないですよ。これゲームですからね。わあ、寝てるし。部屋綺麗だな。部屋広いわ、ほんとこれ。どんな部屋だよ、これ。くんか、あ、くんかくんかしたわ、これ。いい匂いがする。まあ、くんかくんかって、お前。キツネのコンちゃんさん、くんかくんか。くんかくんか。たまもあっと新成人、一応、さん、き。山本さん、ちょっとに酔わないで。たぬきのポンちゃんさん、キモい。キモいっすね。お見舞いに来たんですよ。お見舞いってさ、こうやって起こす、どうしたらいいんだ。あ、どう出た、選択肢。やっぱり選択肢が出る。そういね。寝てるし。こうしてても仕方ない。声をかけてみるか。もしもしくんさん、夕日が眩しいからカーテン閉めてあげて。寝顔が、寝顔。寝顔。寝顔イベント来ました。寝顔イベントいただきました。かわいよ、寝息が。いや、山本さん、近いよ。近いですね。たまもあっと新成人、一応、さん、き。きつねのこんちゃん、さん、匂いフェチなのは共感できます。共感できるんだ。いや、確かにね、あのうちのアスラもそうなんですけど、たぬきのぽんちゃん、さん、眉毛描いてないな、ガチのスピンカ。ガチのスピンカ。やたら匂い描くんですよね。なんかクンカクンカするんですよ、意外と。僕はそんな書かないんだけど、意外と女性って匂い書くんですよね、多分。そういう意味では。で、あの僕何度も言ってるんですけど、あやつじさんって優等生キャラなんですけども、僕はあのあやつじさんには裏の顔があってほしいって常々思っていて、だ今回も部屋入ったらあの灰皿が置いてあったりとか、なんか
なんだろう、氷結の缶が置いてあったりとか、そういうシチュエーションが欲しかったんだけど、残念ながらこの甘神のあのゲームクリエイターは、山本さん、タバコは吸わないよ、そういうのはね絶対やってくないんですよね。吸わない、いや僕は吸っててほしいんですよね。あのバージニアスリムの箱が置いてあって欲しかったし、氷結とか、あの氷結ストロングの缶とか置いてあればもう俺は完璧でしたね、このゲーム。もしもしくんさん、あやつじは清廉潔白なの？なんか今のところそういうキャラっぽいですね。裏の顔がないんですよ。起きる起きる起きるよこれ。パチッ、やばい。おさむさん、そういうのはアイレムの世界観なので。そうだ、アイレムはそういうの作ってくれるんだけど、残念ながらこれね、角川はね、なんかねもうピュアピュアなんですよね。あ、やばい、ね、寝息が、うわしまった。うん、これもう変質、これ絶対捕まるじゃん、逮捕案件じゃん、部屋に男の人いたら。ああ起きた、キャキャーって言うんじゃない、山田？あれ？あ、冷静、あやつじ。いや。はははは。キャーって言わない普通。ああ。もしもしくんさん、これは怖い。まあキャーだよね。まあこれはまあある意味普通よ。キツネのコンちゃんさん、食べ物でも見た目が悪くても美味しいものあるけど、匂いでアウトなら食べれませんもの。意味が違う。山本さん、いきなり部屋になんで入れるんだ。いや俺もそう言われても入れさせられたんですよ。そう、食べ物か。なるほど、確かにアスラもね、食べ物によく書きますね。タマモアット新成人一応さん、そっと携帯掴んで警察に電話する、うん、まあね、ダメ、こっち見ないで。え、見ちゃダメだって。まあ普通こうなるよね。はい、ヤマモさん、何か置いて帰るやん。寝顔見られた。え、なんでもない。なんでもない。すぐに顔。タヌキのポンちゃんさん、うん、今下着だから。もしもしくんさん、明日にはクラス中で方侵入者扱い。で、下着じゃなかったっぽいです。どうやら。そのまま目閉じてて。あ、そのまま、あ、はい、目を閉じてて。山本さん、すっぴんなのか。まあすっぴんだろう、それはさすがに。っていうか、まあ、女子高生ですから、そんなにバリバリ化粧はしないと思うんですけどね。まあとはいっても軽く化粧はするんですかね、女子高生ですから。帰ってきた。もういいよ。もういい。もういい。キツネのコンちゃんさん、今目を開けなかったら後悔するぞ。タヌキのポンちゃんさん、今のうちに通報か。うん、もしもしくんさん、すっぴんでも綺麗じゃん。ああ、パジャマですね。どうせお姉ちゃんでしょ。あ、わかった。助かった、助かった、お姉ちゃん。ありがてえ。まあそりゃそう。こそ大声出しちゃってごめんなさい。ああ、理解がいい。理解いいですね、この子ね、あやつじ。びっくりしちゃって。その、そうよな。これはお姉ちゃんが悪いわ。うん。もしもしくん、さん、お姉ちゃん。あ、また入った。かわいよ。山本さん、いい子ですね。いい子ですね。たぬきのポンちゃん、さん、お姉ちゃんはいろんな男を妹の部屋に入れてきたから。うそ。俺3人目ぐらいだろ、もしかして。そりゃお姉ちゃん大変だろ。毎回男入れてきたら。妹さん大変だろ。あ、たぬきと。来てくれたのはあなただけよ。お、皆さん。小林さん、やべえ、キツネのコンちゃんさん、怖いな怖いな。来てくれたのは僕だけですよ。あのもうね、かなり出し抜きました。山本さん、お姉さん行けないよ。うん、とはいつも、もう別に嫌がってないですから。うん。タマモアット新成人一応さん、部屋に入った瞬間通報するシステム作るわら。うん、最近少し頑張りすぎたみたいで。頑張りすぎちゃったみたい、この子。うん、疲れが溜まっちゃったって感じかな。そうかな。うん、でももう大丈夫だから。あ、もう大丈夫か。うん、じゃあ俺帰る。顔が赤いよ。うん、少し熱があるからね。それはコロナかな。いや、そんなことはないか。え、この時期タマモアット新成人一応さん、さっぱりで草。草ですね。どうかしたの？てかもう今なるべくね、こう人とね、あの接触を、山本さん、コロナうつるよ。うん、そう、人との接触をね、こう避けるみたいな。やっぱり今お見舞いとかもね、今ならできないですね。昔ならね、こうできたけど、今だったらもうこんな状況でね、お見舞いとか言ったらもう怒られて。もしもしくんさん、早くタオル替えてあげて。うん、え、あ、台所なんで台所を借りるの。なんか、あ、まさかお粥とか作るのかこいつ。なんだよ、うん、冷やしてきたの。もしもしくんさん、増水じゃろがい。増水？あ、タオル、タオル、タオルでした。タオルでした。こいつ物持ちいいな。
どういたしまして。タオルでしたわ。雑炊ではなかったです。可愛いおでこを見せてもらったわけだし。ちょっとコメントは邪魔くさいですか、これ。タヌキのポンちゃんさん、これはアンペンだよ。たまもあっと新成人一応さん、キツネのコンちゃんさん、ハンペン、もしもしくんさん、タオルかい。これはちょっと距離縮まっちゃいましたかね。どうですかね、これ距離縮まってますかね。もうこの後あやつじさんはちょっと学校で再会した瞬間にほの字になってる可能性ありますかね。そんなに気を使わなくても、もう来週には告白される可能性もありますかね、これ。あ、山本さんどうだろう、わかんない、わかんない。いや、山本さんに聞いてないですけどね。山本さんに聞いても絶対わかんないはずなんですから、別にこれ山本さんに聞いたわけではないですけど、すいません。山本さん新成人一応さん草、山本さんがわかんないでもわかってます。山本さん、ええタヌキのポンちゃんさん草、山本さんがわかんないでもそれもみんなわかってますよ。それはもう山本さんがわかったら怖いです、逆に。山本さんは絶対わかんないですから、この子の気持ちは。お、もうなんだよこいつ、優等生だな。本当にありがとう。てか男の人はみんなわかんないです、このあやつじの気持ちは。今強いてわかるといえばコンちゃんだけですよ、この今枠の中で。あやつじの気持ちがわかるのは、もう僕らは全員わかんないです。タヌポンだろうが、あのサクちゃんだろうがわかんないですよ、このあやつじの気持ちはね。まあまあ、キツネのコンちゃんさんわら、わかんないですこれは。こんな部屋にさ押しかけられてさ。夏目さん、私わかるわ。うわ、嘘つけ。こんにちは。女子高生の気持ちだかわかんないですから、山本さん、サクちゃんもわかるよね。いや、サクちゃんもわかんないでしょ、やっぱ男はわかんないですよこれは。まあ確かにワンワンピーピーうるさ。キツネのコンちゃんさん、ワンペン乗せられてるからおでこにはワンペンはなって、もしもしくんさん、分かりたくもないです。ちょっと出ましたね、あやつじの裏の顔が出ましたね。あのペット嫌い夏目さん、 JK 夏目ですよ。 JK 夏目違いますよ、おっさんですよ。この右上のね、夏目さん、この右上のこの上の顔ですから、夏目さん。ちょっと今出ましたよ、あやつじの裏の顔、動物が嫌い。これでももうちょいだから、あの激しいバージョンが欲しいんですよ僕は。タバコ吸ってるか氷結ストロング飲んでるか、そっちが欲しいんだけどな。ちょっとこれ甘いな。なんだか今、これ今裏の顔出ましたね。でも仕方ないことだし。出た出た。ちょっとぶっ込んでます。やっぱりこのゲームクリエイターの人ちょっと分かってますね。あの優等生っては面白すぎに欠けるんですよ。若干裏の顔を入れるっていうのはね、まああのスパイスですね。ゲームにおけるスパイス。さすがですね。たまもあっと新成人一応さん、自分は女子でも男子でもない設定だから決めつけるのやめてわら。あ、そうかそうか。もしもしくんさん、あやつじはラッキーストライクやな。そっかそっか、たまもちゃんは男子、俺はなんかこの中男子ってイメージだったけど、女子の可能性まだ捨てきれないですね。じゃあわかる、たまもちゃんは可能性はあります。そう、設定ね。いや実際わかんないんだよね、なんかね、女性説もあるから、ね、夏目さん、僕も設定上、女子高生ですから。いや、あなたはこれですから。これは上方夏美さんでしたが、山本さんね。そうでした。すみません。玉本ちゃんごめんね。設定忘れてました。玉本アット新成人一応さんわら。いや、でも本当に確かにね、まだ謎な部分あるって本当に分かんないんだよね。声は一回も聞いたことないし。狐のコンちゃんさん、サクちゃんは中性的よね。中性的だよね。実際分かんないんですよ。本当に女性の可能性もあるし。小林さん、私はおじさんの設定です。たぬきのポンちゃんさん、ワイは篠崎愛設定だから。まあ似てますからな。まあ小林はもう 100% おじさんですからね。この前ジョイさんの配信でも出てましたし。夏目さん、 F カップで3つ編みの女子高生です。キツネのコンちゃんさん、コンちゃんは野生のキツネ。そうか、キツネの設定でしたね。そうでしたね。そうでした。皆さんいろいろ設定があるんですね。なんだか落ち着かないな。これはそろそろ帰ろう。ごめんね、気にしないで。あ、出てきた。それじゃあ玄関まででも。何、若干これほどじゃない。もういや、いいって、もう寝ててよ。でもお、もしもしくんさん、私はコールセンターで働いてる設定にします。もう違いますからね、確実に。山本さん、選択肢はないの。選択肢ないですね。またね。しかし広い部屋だったな。
12時夏目さん、あやつじさん落ちちゃってるの。まだ落ちてないと思います。まだ全然落ちてないと思います。そんな仲良くないです。たまたま今回お見舞いに行っただけなんで全然落ちてないです。多分ですけどね、多分そんな簡単にヒロイン落とせないでしょ。さっきの犬、あ、これか。あ、お姉さんだ。あ、飼い犬じゃないの。気づいた。お前さ、お前のせいでさ、とんでもないイベントが発生したんだが。はい、いやもうそんな、これあれ以上いたらもっと大変なことになりますよ。ゆっくりしていけばいいのに。持たない持たない、そんなにそんなに間は持たない。山本さん、この子は誰ですか。3回ぐらい説明しましたけど、お姉ちゃんです。あやつじさんのお姉ちゃんです。ああ、つかさちゃん具合悪いんだったね。そうですよ。たぬきのポンちゃんさん、お姉さんハピメ登録してそう。そんなことないですよ、お姉ちゃんも純粋ですよ。ハピビ登録してるのが純粋じゃないか。お姉さんは攻略できないんですか。攻略できないっぽいですね。僕もお姉さん攻略したいですけどね。これは完全にあのボブキャラです。うん、お姉ちゃんに気ままですね。ところで、はい、最近の犬って人に懐かない。もしもしくんさん、山田が緑の部屋にいるドッキリ仕掛けよう。ああ、それいいですね。人に懐かない。え、さっきからずっと懐いてくれないのよ。なんでこれは。全く失礼しちゃうわよ。山本さん、モブと話しても。うん、そうそう、モブなんですこいつは。よし、もう一回チャレンジしてくるわ。え、なんなのこのお姉ちゃん。それじゃあね。はい、バイバイ。もしもしくんさん、モブに厳しい山本。確かに厳しいですね。いやでもちょっとあやつじと距離が縮んだのかしら。どうなんですかね。ティロロン、なんかティロロンっていうなんか。新しいことが発生した。あー、終わった終わった。もう1時なんでやめます。全然話が進まない。3日しか進まないんだけど。あ、セーブができない。あ、できるか。セーブしとこう。セーブして。たぬきのポンちゃんさん、山本さんは攻略できない女と話すのは無駄という効率重視ムーブなのくさ、まあね、もしもしくんさん、結構ヘキヘキしてきてます。狐のコンちゃんさん、部屋狭く感じる。いや、これは普通の部屋ですね。この部屋の感覚か。まあたまもあっと新成人一応6畳か8畳ぐらい。さっきのあやつじの部屋が広すぎるんだよ。あんな部屋ねえよ。まあだいぶもうやった当初からね、だいぶきついなと思ってんだけど、もうとりあえず一回最後までいきます。もうここまで来た以上は。うん、あ、だいぶね。でとにかくもうあの一番下疎遠っていうところには行かないように頑張りたいと思いますので、全員ね、全員仲良しに持っていきたいなと。もう好きには上がれないんで、どう上がいてもきっと2ランクアップはできないと思うんで、もう頑張って全員ね仲良しに持っていって、まああのハーレムエンドをね目指したいなと思います。ありがとうございます。じゃあ山本さん、え、好きなシナの？なしじゃないですかって。もう行かないでしょ、こっから矢印しかないじゃないですか。だから最初の出会いの時に一生懸命頑張った。山本さん、あら、あ、もしもしくん、うん、さん、この後は山本ゲームズです。そうなんですよね。だからこの後ね、あの山本ゲームズでね、またあのアマンガスがねありますので、あのアマンガスぜひね、あの皆さん、あの玉もあっと新成人一応、うん、さんやりましょう。アマンガスはね、一応スマホでもできますので、無料でできますので、もし よければね、山本さん、飯食べさせて、たまもあっと新成人一応、うん、さん、せっかく買ったから。はいね、見てる方、もし よければ参戦していただいて、ボイスチャットなくても、普通のチャットで参戦できますね。ご飯食べたらやるってことで OK？ そこはちょっと山本さんの方に委ねますが、まあ、もし、やるんであれば、僕は今日の午後であれば、まあ、そんなに、スケジュールも入ってないんで、入れるかもしれないです。まあ、山本さん、山本は恐竜のゲームもやりたい。ああ、それでもいいですよ、ぜひ。とにかく山本ゲームズはね、最高のコンテンツですから、必ず皆さんあの通知登録入れてね、逃さないように。玉もあっと新成人、一応、さん、アーク？アークですかね。うん。なんでもいい。やっとにかく山本さんのゲームの配信が楽しみだと。まあ、それは同意です。うん、うん、
ストリーマーですね。あのちょっとね、人とは違うところありますよね、山尾さんのゲーム配信でね。はい、ありがとうございました。モンハンか、恐竜のゲーム。じゃあ最初からモンハンって言ってください、山尾さん。恐竜のゲームって言われると、モンハンって言っていただいたら、モンハン、あれね、新しいの、あれスイッチじゃなかったでしたっけ？うん。わかりました。なるほど。はい、それでは1時になりました。わかりました。あ、なるほどね。なんか、はい、ありがとうございます。山モンハン大輝ですね。おつです。それではね、今日は失礼します。この後ね、夜にね、いろんな人の配信あると思いますので、よろしくお願いします。はい、おつかみ、お疲れ様でした。失礼します。